I'm gonna go get some more.
どこゲストアルチューン。ゲストアルチューン。え、どこどこゲストアルチューンって。ゲストアルチューンって書いてあるんですけど。概要欄から。そうですね。概要欄で更新してるっすね。だから大丈夫です。このまま皆さん、更新すると概要欄が流れます。みんなが更新すると多分大丈夫です。さっき僕保存かけてるんで、更新してください。撤回されましたってなってる。はい。でーす。でーす。はい。じゃあ、ゆたかちゃん。はい。はい。ちょっと今、こっちがテンパってしまった。はい。さあ、ということで、まあでも映ってるんですけど、先にね、ちょっとタイトルコールの方から始めましょうか。はい。はい、じゃあ、せーの。ヨーヨーストアリバインドのヨーヨーナイトはい、じゃあメンバー紹介しましょうか、はい、今からビールを取りに行ってきますテリーですはい、すでにありますアルですはい、すでにあります今日はまだ開けてません伊藤です、はいはい、さあということでね本日は、はい、結構急遽決まったんですが、はい、ヨーヨーナイト with シュータカダと題しましてね、はい、ゲストに、高田シューさんに来ていただいてますあよろしくお願いします。よろしくお願いします。開けさせていただきます。ついに登場。ついに登場。満を持して、ね、登場。この時を待っていた。そう。正直急遽決まったので、先週の5周年で来てた上さんが、マネージャーさんなので前座になってしまったという、こう、分からず、真打ち登場でございます。はい。本当は、まあ、去年、シュガーをリリースするタイミングで、うん、リリースイベントをやりますって言ったんですけど、ちょっと、ね、コロナとかの影響でできなくなっちゃって、そうですね、で新色とかね次のバッジのリリースのタイミングでもう必ずやりますって言ってたんですけどまだダメだと、うん、いうことで急遽今日は飲むかっつってそうですね飲みましょうシュウさんをお呼びしたとはいすいませんありがとうございますありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、そんなわけで今回はですね、高田選手の、シグネチャーモデル、ここにもずらっと並んでるんですけどもシュガーとあとループ720の新色発売、見届け配信という形にもなっております。はい、はい。で、こちらそれぞれの、新色ですね。販売開始は、21時頃を予定しております。はい、また、時間近くなりましたら、お伝えしますので。そうだね。詳細は後ほどという形でよろしくお願いします。はい、普通に、新入館のところに入ります。はい。はい。うん、QR とかではないです。ないです。はい。はい。ということで、じゃあヨーヨーナイト。始めていきますか。はい。すごいな。あ、そうか、番組説明はそっか、俺か。あれ、アルチュンじゃないと思ったけど、そう。はい、ということで、ヨーヨーナイト、まあ、少々お付き合いください。はい、大丈夫です。前振りが長い番組で、申し訳ないです。でまあ、おなじみの、もう皆さんね、よく見ていただいている方も、ありがたいんですけども、まあ、飲み会配信ですと。はい。で、飲める方はですね、まあ、僕たちと同じようにこうお酒を準備して、少々お待ちください。でアルコール、ダメだよ、未成年だよという方は、もちろんソフトドリンクでちょっと一緒にお付き合いいただければなと思います。で飲める方ですね、まあ、我々が毎回言って、説得力ないんですが飲みすぎには注意してくださいと。はい。飲みすぎて、なんか結構わーっとかこう、ねまあ、皆さんチャットとかでこうわーっとか言いすぎないように気をつけましょうと。はい。で、はい、今回、生配信です。で、まあ、商品に関してだったり、まあ、今日はねもうシュウ君にもう質問がもうバンバン多分飛んでくると思うのでぜひ何も、はいはい、聞いてくださいぜひぜひ質問、ありましたら、チャットの方で、コメントいただければと思いますでですね質問の場合最初にカッコ質問とかつけていただけると、うん、僕らもちょっと見つけやすいので、そうしていただけるとちょっとありがたいですと、はいはい、であとはですねもうすでに、やってくれてる方いらっしゃるということなんですけどまだの方はですね、動画の方こちら配信の高評価まだの方はですね、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。さあ、そしてアルチュンに触れると思ったらですね、まだ私なんですね。あとですね、本日お酒をいただいておりますと。ベレールさん、ありがとうございます。はい。こちらも美味しくいただきます。はい。はい。さあ、ということで、はい。早速もう乾杯の準備をしましょうか。はい、ですね、はい。はい。はい、じゃあ。いいなぁ。いいなぁ、いいなぁ、ここ最近乾杯前からちびちび飲んじゃってたからもう久しぶりにちゃんと乾杯してるみたいですいいなぁ、はい、では皆さん行きましょう、でせーの、乾杯田村さん今日はよろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、あ、うまい、はい、いや、というところで乾杯も、
済んだところでいつもの、まず渋谷店の紹介をさせていただきます。はい、東京都渋谷区神南にあるリワインド渋谷店は、ヨーヨー世界チャンピオンを含むヨーヨーを熟知した専門のスタッフが運営するヨーヨーの専門店です。懐かしのコカ・コーラヨーヨー、ハイパーヨーヨーから競技仕様のプロモデルまで常時数百点のラインナップを揃える世界でも最大規模の実店舗です。店舗限定商品などもご用意してますので、東京にお越しの際はぜひリワインド渋谷店に遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてあと銀さん、はい、銀さん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。結構、ね、飲み代とかいただくんです、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして今日のゲスト高田修さんの紹介もさせていただきます。修高田、はい、何年の時それはい、1996年10月7日生まれ、静岡県出身、小学校1年生の頃にヨーヨーを始め、主に 2A プレイヤーとして活躍、フリースタイルでは、アクロバットを取り入れ、技術面芸術面ともに高い次元で融合させたパフォーマンスが多方面で高い評価を得ています。はい、2012年、2016年、2017年、2018年の 2A 部門世界チャンピオン、そして、2015年、2019年の AP 部門世界チャンピオン。すごいですね。はい、そして、この、その他にも多くのタイトルを持ち、国内外のメディアにも多数出演しています。所属事務所は ABEX マネージメント、ヨーヨーのチームだと、チームヨーヨーファクトリー、チームシャクラ、スピンスター、ピストサルに所属していて、あとあれですね、最近だとキティストリングのアンバサダーも務めているということですね。すごい、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 豪華だ。キティストリングさんもありがとうございます。はい、そしてスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。飲み台にしてください。シュさんが着ているドリーノワール86番。そうですね、今紹介してもらったんですけど、あとアパレルのエクストララージと、はい、このイタリアのストリートブランドのドリーノワールと、あとこれですね、エクスペリアの、あ、そう、エクスペリアだしてます。すごい、よろしくお願いします。はい、セレブだ。いやセレブであるんだ。はい、もうね、いや、すごいですね。ちょっとこう、恐れ多いというか。いや、やめてください。もうさ、なんか気軽に呼べないですよ。いやいや、だってね、言ったらね、テレビとかね、メディアの出演も ねすごいね、そう、大事しているから、はい、いや、てか世界チャンピオンにめっちゃなってる。めっちゃなってる。一人で何回取ってるんだろうってぐらい。一人だと5回ですね。2015の AP がシャクラでですね、はい、なって、この間ちょっとハンク・フリーマンさんが東京来てて、はい、一緒にちょっと会ったんですよ、ここで。そうですね、はい、会った時に、まあ、ちょっとお話をするのに、まあ、ちょっと距離も取りながらだったんだけど、うん、椅子とかこういうチェアをね、うん、用意してたんですけど、一番世界タイトル取ってるやつがこの椅子座っていいみたいな話をして、ハンク何回、俺何回、ラジオ何回みたいな。で、すごい会話だな。もう勝てない。あ、どうぞどうぞ。面白かったですね。って言って、もうシュウさんはもういい椅子座っていただいてっていう。世界チャンピオンなのが前提なんだ。そうそうそう。1、2、3、6回なんて。6回。あー、すごい。すごいっすよ。あー。でもね、僕結構こう最初の2012年の時すごい覚えてて、インパクトはあって、はいはい、リスタイルもすごい良かったですし、なんか結果発表の瞬間とかも、うわーみたいなとこもなんかすごい、なんか印象残ってますね。いや、本当ですか。はい、いや、そうですね。この前、ちょうど2012年のなんか僕の動画振り返ろうみたいなのを自分のチャンネルで動画出したんですけど、なんかこの時こういうのがあってみたいな。実は熱が出てたんですよ、当日。で、ちょっと鼻水を垂らしながら僕ステージ登って。で、結構踊ってたんですけど、その、まあ、2012年の演技がその3分間のうち16秒間ダンスだけしてるっていうフリースタイルだったん で、そのダンス中にちょっと鼻水が垂れてきて、若干鼻水を吹きながらダンスを踊るっていうのが、がっつり YouTube 上がっちゃってるので、皆さんよかったら見てください。坊ちゃん見たくなっちゃう。そうそう。なんか、どうしようこう振りとこの振り幅が大きいんで、体揺れてるじゃないですか。そうね、どんどん出てきちゃうんですよ。っていう、はい、すごいよね。すごい堂々とした演技でね、そうだ、なんとか隠しました。あと高田修さんといえば、修高田といえば花粉症でおなじみ、花粉症でということなんでね、今日今ちょうどちょっと辛いシーズンね、本当やばいですね、はい、空気清浄機も回してますんで、今日はありがとうございます。換気もしてますんでね、はい、
よろしくお願いします。はい、もうね、まあ、質問もね、あのちらちら、うん、来ていただいて、ちなみにですね、あのこちらのシュガーとかセブントゥエイティに関する質問はちょっと後ほどまとめてですかね、うん、お答えできればなっていう感じかな、はいはい、ですね。あ、花粉症なんだ。花粉症って言われたらめっちゃ親近感湧くよね。いや、もう変わってないですよ今薬も効かないし、でも僕最近こうやっぱコロナのせいでマスクみんなつけてるじゃないですか、自分が鼻水垂れてくるのをただ隠すためだけの道具です電車に乗る時も鼻つっぺとかしててそれでもこうつけてるみたいなありがたい、ちょっと良くないですけど、ありがたいシーズンですいいカモナージュ。そうです、いい外したらティッシュペーパー詰まってるやつはないです。詰まってる、詰まってる曲聴いてちゃんと格好してても鼻つっぺしてるんで。いや、でも分かるわ。いいわ皆さん、ね、高田修さんも、修高田も花粉症なんで、花粉症の皆さん親近感を湧いてください。あ、そうですね、あの上にもあったんですけど、時計ブランドジーロですね、はい、これもアンバサダーを、はい、やらせてもらってます。すげえ、もうあれですよ、ヨーヨー業界にとどまらずに、そう、ね、内外でこう活躍されているいろいろ、はい、さんですよ、ね、でもそう、ヨーヨープレイヤーからそこまで広がってってるのって本当にもう習君先駆け、ね、先駆けですね、本当に、そうですね、やっぱパフォーマーとかだといろいろ大先輩がいらっしゃるんですけど、やっぱそのアパレルとコラボしてとかはなかなかないので、いい機会を買いもらえます。結構そのアパレル以外にも何だろう、他のそのパフォーマンスというか、例えばダブルダッチとか、そうそうそう、そう、多ジャンルともコラボをすごいしていて、そう、結構ね、あの YouTube で拝見してますよ。ありがとうございます。普通に見てますよ。そうですね。なんか僕の周りのこのストリートカルチャーっていうんでしょうね、うん、ダブルダッチとかフリースタイル、バスケットボール、うん、フットボールとかやっぱ仲いいね、みんな、うん、同世代の子たちもいるんで、みんなでなんかこううまくお互いのカルチャーをこう上に上げれるようにみたいので、うん、一緒にコラボして動画撮ったりとか、あの結構どうでもいい話じゃないですけど、その結構ストリートカルチャーとか、うん、ダブルダッチとコラボしてみたりで、結構代々木公園とかで練習されてる方々いるじゃないですか、ダブルダッチとかって、はい、で結構その子たち来てくれてて、実は、で、あのみんなシュウさんの絵を買っていくっすよ。やば、ありがたいです、はい、で結構みんな今も通ってくれたりとかしてて、はい、あ、でなんかもう来るたんびに僕なんかいつ辞めちゃうのかすげえいつも不安でやめないでくれ、やめないでくれっていつも思ってるんですけど、来てくれるとあのいつもそういう話してたりとかして、はい、すごい嬉しいですね。ちゃんと皆さんシュガーとか使ってくれてよかったです、はい、嬉しいですよね。いや、そんなわけで、そう、シュガーですよ。はい、シュガー。ね、まあ、あの、ファーストロットのカラーも、そうだね、並んでるんですけども、はいはい、じゃあ、そろそろ、皆さんもね、気になってる、はい、この子のお話いきましょうかね。はい、はい、そうですね、はい。今夜発売の。今夜発売。もうあと30分、40分くらいしたらね。そうですね、発売になる。はい、あの、リワインのウェブ本店で販売開始しますんで。はい、はい、そうですね。これが、並んでるのが、高校ですかね。ここで、シュガーインザローまでですね。あ、そうですね、そこに、はい、そうだね、ちょっとセブントゥエイティちゃん、はいはいはい、結構、シュウさんも動画出されてて、シュウ高田チャンネルで、はい、で僕も今日結構ちゃんとそれで予習してきたりしたんですけど、はい、で、結構、あ、この色かわいいねとかっていうのをあのうち家族とかもやっぱ言ってたりとかしててあれなんですけど、今日は皆さんも本当にこういう質問とかあったらこの辺も答えてくれるんですよね。もちろんです、もちろんです。どういう思いでなんちゃらとか、はい、多分普段聞けない、なんか生で触れ合う機会って今ね、なかなかないと思うので、まあ、ちょっとオンラインでチャット越しになっちゃうんですけど、こういう方いろいろ聞いてもらえればということなんで、まあ、まずは説明していきましょうか。はい、はい、給食の方が説明した方がいいですかね。今回の新食の話と、ね、プラスリストックしてる部分があるので、そうですね、ですよね、はい、で、ローはね、はい、後でしましょう、はい、後で、はい、じゃあ最後にローしましょうよ。そうそうそう、ローだけでこのね、はい、箱に入ってるっていうのが、ね、もううちのやつもいいですよ、うちのやつも、まあ、そうそうそう、後でね、そうそうそう、後でね、これでありがたいですね、はいはい、じゃあ、どうしよう、画面を出します、はい、僕ね、今日ね、画像を、ね、用意させていただきまして、はい、あの、せつながらもう、こう、画像をドン、はい、あ、出た、はい、出るか、出るか、お、ちょっとくるくるしてるけど出ました、出ました、はい、はい、はい、という感じです、はい、3色、3色、はい、そうです、はい、すみません、サイドフェイスの写真だけちょっとごめんなさい、あの新色のサイドフェイスの写真がなかったんで、はい、古いやつに、うん、はい、なってるんですけども、うん、3色出てきて、色が
アルさん、これはロー最後だから、まず、向かってどっちか向かってこの辺がいいですか、伊勢は、どっちだ、こっちが、そうこれこっちだですね、はい、これが、まずクリームソーダこっち、はい、クリームソーダクリームソーダ、はい、そしてもう一個の方がベリー、はいはい、ストロベリーとかラズベリーとか、ラズベリーとか、はい、ああいうベリー系のベリーの色ですね、ベリーカラー、はいはい、そしてもう一個がロー、これがですね、これちょっと、ね、後でまたお話しすると思うんですけど、まあ、ローっていうのは、まあ、その色をつけてない、はい、そのまんまの、ね、生の状態、何の加工もしてない、してない、はいはい、状態なんですけど、そうですね、一応この3色が、まあ、新色3色 と, いうことで、はい、そして、まあ、あとはシュガー720、そうなんですね、はい、こちら、はい、もうすぐホワイトデーも近いので、ああ、はい、そういうのね、いいな、もうそういうのもはい、そうですね、オールホワイト、ホワイトグローですね、ホワイトグロー、ホワイトグローですね、はい、あ、はい、ホワイトグローっていうことは暗いところで光ると、そうですね、はい、うん、なんかね、プリントの色も綺麗だね、青で、そうだね、うん、じゃあ、あの、ちょっとベリーとかクリームソーダとかあの辺の色の話をやっぱり聞きたくてですね、はい、そうだね、はい、あの、基本的にファーストバッチからお菓子というか、うん、スイーツじゃないですか、はい、まあ、良いの名前もやっぱシュガーで、はい、甘く、うん、甘いヨーヨーライフを、そうです、そういう、はい、ちょっとキザなことを言ってみて、はい、自分で言って恥ずかしいですけどね YouTube 拝見してますよ、自分で言って恥ずかしいですけど、 YouTube 拝見してるんで、はい、そう、はい、あれなんですけど、なんか、あの、今回なんでこういうこの色をチョイスした理由みたいなのあったりするんですか。もともと今さっき、あの、こっちのホワイトグローでホワイトデーって言ったじゃないですか、はい、もうちょっと実は前に発売予定というか発売するつもりだったんで、ベリーを、あの、バレンタインに当ててたんですよ、やっぱり、やっぱり、はい、でもちょっと、まあ、発売時期とかどうしてもコロナの影響もあるので、はい、工場側との都合とかもあって今回なっちゃったんですけど、そこに合わせてて、で、毎年2月に僕、あの、家族でイチゴ狩りに行ってたりとかして、はい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 、静岡県の久能山っていう、はい、あの、徳川家康を祀ってるお墓があるんですけど、そこの前に石垣イチゴっていうイチゴがめっちゃうまい、はい、そのイチゴ狩りができるところがこう何箇所もあるんですよ、はい、名所みたいな、名所みたいな、静岡来るときはぜひ行ってもらいたいところがあって、でそこが大体2月、1月の終わりぐらいから2月中旬ぐらいまでが一番旬の時期で、うん、あ、で、いちご大好きなんで、せっかくだったら今の時期出すしかないでしょうと思って出したんですよ。なるほど、シュウさん、いちご好きだってそうですね、はい、そうなんだ。で、クリームソーダはもともとファーストに入れようかどうか迷ってたからだったんですよね、はい、僕、あ、そうだったんだ。そうです、で、そうだったんだ。でも、なんか一番気づいてしまったそうです、あんまりなんか他とどこと相談してとかなかったんですけど、はい、最初このハーフカラーみたいので、うん、なんかクリームソーダとか、うん、あとサーティワンなのポッピン、はい、あ、シュフレッシュ、はい、シャワー、ポッピングシャワー、やばい、やばい、個性されてる、こっちだった、ポッピングシャワー、ポッピングシャワー、はい、を好きで、はいはい、ちょっとなんかそういったカラーにちなんで、はいはい、出したかったんで、うん、で、まあ、今回これのカラーを1段じゃなくて、まあ、2段に持ってきて出そうかなっていうので、なんかちゃんとハーフカラーである意味があるっていうのが ね、いいよね、すごい。だクリームソーダなんで、これ、あの、ね、机の上とかにポンと置くときこの向きが多分ね、そうです、そうです、そういうことでした、そう、はい、そうです、はい、フェードにはしなかったんですね。フェードにはしなかったです。フェードはもう、あの、夕張メロンの、あ、そっちの、はい、っファーストロットの時にも作ってたんで、同じような緑じゃないですか、まあ、色は緑で違うんですけど、そうですね、はい、まあ、ちょっとそこと差別化するためにもちょっと変えてて、すげえ、あえてハーフカラー、はい、でしかもなんか既存の色、そのうちラインアップの中にある色を組み替えるだけじゃないじゃないですか、これ、ね、なんか、あの、このためだけにこれシルバーもグリーンも作ったわけじゃないですか。あ、そうですね、なんかただならぬこだわりを感じるね、うん、なんか嫌なんですよね、同じカラーをこうハーフにしたりとか、はいはい、なんかその、はいはい、ね、出したりとかするのが、はい、気持ちは分かります。でも今気づいたんだけど、クリームソーダってじゃあ例えばこれを2つ買ってこう色をハーフじゃなくて一緒にしたら、うん、クリームソーダじゃなくて、そう、クリームとソーダみたいな感じ。そしたら 3A とかで使ってもらって、ちゃんとあのクリームソーダとして使ってもらって、全然あの好きに組み替えてもらって大丈夫ですよ。なるほど、そうそう、なんか自分なりに新しいデザートをこう作ってもらえたら、ちょっと今ダイエットしてるんで、あの、クリーム抜いて、あ、そうですね、今だけちょっとメロンソーダしてますね。そうそう、まあ、なんかこのファーストの時のブルーとかと合わせて普通にソーダみたいにしてもらってもいいですし、あ、それ面白いね、なんかいろいろ組み合わせ方はあるかなと思うので、う
すげえ。楽しい。これこの部分は何ですか。ソーダ、ソーダバこのグリーンって言ったらいいですか。はい、メロンソーダ部分です、ね。メロンソーダ部分。はい、メロンソーダ部分がめちゃくちゃ可愛い色してて、はい、そうですね。はい。で今日うちの家族も出てくるときに、うん、シュウさんの YouTube 見て予習してたんですけど、うん、この色超かわいいねって言ってて、うん、ありがとうございます。これね、はい、ちょっとカメラだと見比べても分かんないと思うんですけど、 その夕張メロンのグリーンとはまたちょっと違うんですよ。そう、はい、うん、そうなんですよね、うん、ちょっとそこはこだわりました。絶妙にすごい、はい、もうはい、あ、スーパーチャット、スーパーチャットいただきました。アイさん、ありがとうございます。太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、アイさん、ありがとうございます。いやーでも、シュウさんとセブントゥエッジに惚れて2A 頑張ってます。わー、ありがとうございます。ルーフ対決は全然叶いませんでした。いや、そう、シュウってクソ、いや、でも負けてますからね、負けいや、また負け、そうか、引き分け嫌だったんですけど大会プレイヤーのガチでやってるスピード半端ない。でもいつか加藤明君にはやってもらいたいですね。あね、あ、でも実は裏情報で言うと高見祐希君からですね、明君もね、なんかやったっていう感じ、そう、話をそう、やったか、それから高見君が俺明君に入すみたいな感じ、そう、おっていうのをちらっと聞いてますね。うちの高見祐希もよろしくお願いします。ちょっと2A ってなったら柊君に当てに行くのうち高見ゆきなんで。いや、その岡田和樹もいます。岡田和樹。木戸慎也もいます。あとはうちの荒牧潤もいます。スネーといえば荒牧潤です。っていうわけで、今回この2色がこうカラーで出てくる。はい、プラス、で、再販ですね。そうですね。この2色が、はい、カムバックって感じですよね。そうです。これは、ブルーハワイ。ブルーハワイ。はい。ブルーハワイとチョコレート。チョコレート。チョコレートが、リストックっていう感じで、うん、来て。いや、すごいね。甘いね。うん、甘いですね。甘々ですね。甘々ですね。感じで。はい。で、なんか、このブラウンに関しては、ファーストロットよりも若干こう、なんでしょう、ミルクがかったっていうか、ちょっと明るいブラウンになってるんですよ。うん、実は、うん、ごめん、ない。あ、全然全然。リストック分が、そのセカンドロットが若干こう明るくなってるんで、おや、なんかもしかしたらそっちが好きな人もいるかもしれないです。おっと、うちで出荷するときはもしかすると在庫が混合してるかもしれないから、なるほど。なんかコメントとかに入れたら対応してくれるのかな。ちょっとわからないです。ごめんなさい、その辺。誰か、はい、誰か見てたら答えて。リワインドの人。はい、ね、っていう感じです。そうなんだ。あ、じゃあ持ってる人も買ってもいいですね。そうですね。はい。いやー、僕でもファーストバッチもうこの辺はすげえなんか、なんかいいなあ、すげえなーって言ってグッすげえグッと来てました。はい、ありがとうございます。っていう中で今回来ましたよ。なんかテカテカしてる。テカテカしてる、これテカテカしてるやつ。テカテカしてる。ローカラー、シュガーインザロー。はい、そうですね。ということで。はい、シュウさんの YouTube チャンネルではあまり語られてなかった、うん、そうですね、詳しく説なんか見てくださいというか調べてくださいということで、はい、出しますか、はい、はい、いうわけで、あ、シュウさんのやつ借りてちょっとあれなんですけど、ちょっとよかった、ね、後でヨーヨーもちょっと一瞬見せてほしいなと思うんですけど、アル、はい、さん、ローとは何ですか。ローとは、簡単に言うと、色がついてないアルミのむき出しの状態ですね、はい、アルミの地の部分がそのまま、うん、出ている状態のものです。生ですと、生です。要は曖昧とすると、そのなんだろう、傷とかに強くなったりとか、腐食しなかったり、はい、っていうのがある中、これはあえて生の状態、はい、ローで出てきたと、ね、ローはローでね、まあ、メリットがあって、うん、まあ、独特の輝きがあったりとか、うん、あと、まあ、腐食する反面磨くこともできるんですよね、うん、自分で磨いてピカピカにすることもできるっていうのが一個メリットではあります。ちょっと SNS とかで流行ったよね、みんな磨いてる瞬間が、うん、あ、そうですね、はい、で渋谷店でもクロス、はい、磨く布めっちゃ売れる ありますね、アルミ磨きクロスが、ね、めっちゃ売れる取り扱いありますので、照明にめちゃくちゃ入るんですよね、パフォーマンスの人が、そうですね、光に反射する感じ。本当に無茶言っていいですか、シュウさん、はい、一振りそれ見せてもらうことってできます？これ僕今ちょっと画像とかどかすんで、なんか多分ですけど、僕さっきシュウさんがヨーヨーしてるのそれで見ててめっちゃ光るなぁと、あ、ちょっと椅子どかしてもらって、あ、ヨーヨーが見えるようにしてほしいですね。すいません、見えます。あ、でもそうだな、カメラの照明の具合であれなんですけど、めちゃくちゃ
わかっこよ。かっこよ。そんなにそんなできるんだ。やば。フィンガースピンで見せてから普通に戻すもんね、また。めっちゃ余裕あるしね。そうです、一応ローって言っても全然できるんで。あーね、結構ローだとそのサラサラしない分、うん、結構そのフィンガースピンとかグラインドが、そう、やり肌に当たった瞬間死んでいくよね。そう、うん、難しいんですけど、でもこんだけできる、平気でやる。すげー、ごめんありがとうございます、すいません。うひょー、はい、というわけでローはあのごめんなさい、ちょっとカメラがねちょっとあの色飛ばしてる、ちょっと白っぽく ISO を上げてる都合があって、はい、ちょっと逆にあれだったんですけど、僕らここで見てるとローあのやってる最中の輝きがすごいことです、うん、そうですね、はい、あとですね、ピカピカ、あの和樹岡田さんから、あの今新色だけですと、あ、今新色だけ、あ、はい、まだ渋谷だけだった、あ、失礼しました、はい、すいません、ごめんなさい、見て見てくれてた、はいはい、ありがとうございます。さあ、そしてローですね、実はあのチャットの方でチラッとチラッともうね、はい、もう言ってらっしゃる方がいるんですけど、はいはい、リアルシュガーが復活されてるやつ、そうなんですよ、そうですよね、そう見たいんですけど、そう、あの、はい、これ、まあ、箱だけじゃないですか、はい、てかあのシャカシャカしてもらうとね、そう、そうか、一回作ります、そうか、砂糖の音がするんだ、一応比較として他のやつはしない、まあ、紙の擦れてる音とか中のストリングが動いてる音はします。そっちは？はい、問題のこの方、問題っていうか、いきます、いきます。めっちゃシャカシャカ言うじゃん、めっちゃシャカシャカ言う。入ってるのってヨーヨーですよね。ヨーヨーです。ヨーヨー、ちょっと開けんの、こう開けんの、ちょっと、さんがピーセットで、そう、はい、そう、俺綺麗に開けるって宣言しても破いちゃうんで。食器でさっき話したやつや、ね、そうそうそう、はい、というわけでお砂糖が入っているんだよと。そうですね、うん、はい、はい、普通は開けると、まあ、ストリングがこのパッケージだと入ってるんですけど、ストリングとあとあれマニュアルみたいな、マニュアルは説明書みたいなやつですね、なんですけど、もうね、主張が激しいんですよ、このシュガーインザロー、はい、なんかそのさ、パッケージにちょうどいいサイズのやつ書いてる。そうなんですね、これいやでもさ、もしかするとヨーヨーファクトリーの中の人もそれを思ったのかも、うん、あれ、これもしかしてここ入れたらちょうどよくねって思ったのかもしれない、はい、かもしれないですね、あのということで、あのシュガーにあのリアルシュガー、そうです、はい、お砂糖が入ってます、入ってます、はい、え、聞いていいんですか、ストーリー、なんかこれはどういう、そう、ピーアーカラーだったわけじゃないですか、はい、ファクトリーさんからのそうです、あの、こっちの2つは、ベリーとクリームソーダは僕の、はい、なんでしょう、アンっていうか、はい、僕がこういう色を作りたいって言ったんですけど、はい、ローに関しては、ベンが、そのヨーファクトリーのオーナーが、はい、作りたいみたいな、でもなんか作ったよっていう写真を送ってきて、作りたいじゃない、はい、作ったよって、はいはい、でちょっと待ってくれみたいな、そのシュガーっていうコンセプトでもやってるし、はいはい、ちょっとさすがにそういうので出されたら困るって言ったら、いや実はさって言って、はい、シュガーのこう写真を出されて、もうコンセプトぴったりでしょみたいな、はい、うん、じゃあ出そうってなって、そうです、あ、そういうことやったんですね、そういうことです。で、なんか僕もローはいつか出したいなと思ったんですけど、はい、なんかローってなかなかコンセプトにないじゃないですか、確かに、なんか金属って感じする、ね、そうですね、こんなカラーのデザートだったら 100% 食べないじゃないですか、危ないじゃないですか、でどうしようかなと思ってたんですけど、そのローがこのシュガーインザローっていうのが砂糖とマッチしてるし、コンセプトもぴったりなんで今回出そうかなっていうので、あ、はい、出しました。すごい、え、でも本当にシュガー、砂糖入ってくるとは思ってなかった。いや、思ってなかったです。もともとなんか僕もこのパッケージになんかそのシュガーインザローじゃないですけど、はい、それっぽい感じで書いてくれとか言ってたんですけど、はい、なんかついたらシャカシャカ言うな、はい、開けたら砂糖入ってるしみたいな、本当に本物入っちゃってるよって思ってすごいな。いや、これすごいですね、うん、あ、でもやっぱそれはもう、あ、もう面白いからこれだったらなんかコンセプトにも合うし、そうですね、オッケーみたいな、すごいね、はい、なんかヨーヨーファクトリーそういう遊び心あるよね。そうですね、昔からずっとそういう遊び心で来てるような会社だと思うんだよ。いや、でもよっぽど自信あったんだろうな、ね、この話、この砂糖でこれだったらって言ったら絶対にシューは OK くれるって思って、よし、先作っちゃえってなんだよだと思います。じゃなかったら、だってシューにな、ね、これダメだよって言われるかもしれないのに、もう作って、もう写真ドンと送ってくるわけでしょ。よっぽど自信あったよな。
いやなんかこれダメだよって言ったら写真だけですよ、本当文章がなくこれ写真だけどう見て察してくれる察しろってきましたすごいっすね、はあ、面白い。いや僕もなんかローがそう仲間にこう今回入るって聞いてなんかどういうあれなんだろうなとは思ってて、そうですね、もともとフィンガースピンとかグラインドをしやすいようにブラストにしてたのに、はい、いきなりロー出てきても多分ねこのシュガーを持ってる人だったらえどういうことって多分なってたと思うんですけど、一個違うやつが、そうですね、まあなんかそういう、まあ、僕が選んだからっていうヨーヨーファクトリーが提案してくれて、うん、そのコンセプトに合ってるからっていうので、うん、ちょっとまたこう、うん、シュガーの中でも変わった、うんうん、コンセプトは保ちつつも変わった雰囲気のものっていうので、すげえ、なんかすごいうまく全てが噛み合った感じで、ね、そうですね、うん、まあでもまさか本当に砂糖入ってると思わなかったですいやヨーヨー業界初じゃない、初だよねきっと、そうですね、うん、いやすげえ、いやでもなんかちょっとそれ聞くとぐっとなんか一気にロー欲しくなる、欲しくなるですね、砂糖欲しいみたい欲しい人ってぜひ一緒に写真撮ってもらえたら、あでもそうだよね、はい、うちの商品ページにもあの砂糖と一緒に写真撮って、あ、はい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 、あげてあって、紅茶に入れてもらったりとか、はい、コーヒーに入れてもらったりして、ね、すげえな、でも本当すごいですね、ロゴにも砂糖がちゃんとね、角砂糖の、うん、がこうロゴにも入ってて、うん、本物が入ってくると、はい、次期待しちゃうよね、次何入ってんだろうみたいな、あのベンさハードル自分で上げちゃってるあれちなみになんかこの前ヨエファクトリーのインスタのストーリーで見たんですけど、はい、うん、なんかここに砂糖ガーって入れてて山々にこうパンパンに入るのどのぐらいかみたいなクイズ出してたんですよ、なんか何袋かみたいな6袋で満杯になるらしい、あすごい、あへあでもってことは1袋結構入ってるんだよ、そうですね6袋で結構こうパンパンになる、だって結構あれですよ、あの、うん、他のヨーヨーに比べても僕結構ここ深いと思ってて、あ、まあ、そうですね、フェイスブーそうお酒入れたら結構入ると思ってシュガーはっていうくらいですけど、あすごいな、それでも6袋で済むんだ、そうですね、マックとかにあるスティックのこう、はいはいはい、シュガーだったらもっと入れなきゃダメだよね、アメリカの砂糖っていっぱい入ってるよな、そうですねはい、なるほどね、っていうわけでこの3色が新色に仲間入りをするということなんですけども、はいはいはい、あのお一つまた宣伝というか周さん作って周さんに許可をいただいてですね、あもう一つ、もう一つ今回、あ、はい、そうですね、すいません、あの先月ながらこれはですね、はい、はい、あのすいません、ありがとうございます周さん、どうです、はい、画像が出ました、はい、出るか、ありがとうございます、はい、はい、ドゥドゥンと、ありがたいっす、シュウさんありがとう。いやこちらこそありがとう。おめでとうございます。いやありがとうございます。すみません。この方ですね。あ、はい、もうちょっと上がいいかな。もうちょっと、はいはいはい。あその辺ベストですね。はいはい。ね、はい、はい。というわけでリワインド、こっちどっちだ？5周年。渋谷店5周年。この5って書いてあるのが渋谷店5周年記念。はい、そしてその反対側が、はい、リワインド11周年。はい、このロゴが入ってます、はい、ちょっと上すぎたかな、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いや素敵なデザインで、っていうかシュウさんとできるなんて光栄すぎる、ね、いやこちらこそです、はい、なんで、ね、うちとかだとイズルもいたりとかするじゃないですか、はいはいはい、でもじゃなくてシュウさんとできるやばいでしょはい、ちょっと、はい、あとそういえばカラーがね、うん、あのリワインドカラーに、あそうですね、あそうなんですよ、はい、青と緑、はい、青と緑にそうですね、ハーフにして、本当本当ありがとうございます、あの多分うちの社長のミーから連絡がいって、そうですね、あの作らせてもらえないかみたいな感じで多分快諾というかあのいいですよということでいただいたということで、ありがとうございます、すいません、あの、はい、いや記念に使ってもらえるなんてもう嬉しい限りです、あのグリーン、かわいいグリーンです、そうですね、はい、はい、あとあのブルーハワイと、はい、そうですね、メロンの部分とソーダの部分、はい、もう まさに先ほど言ってたまさにな部分が、はい、はいいう感じで合わさってますんで、一つこちらもよろしくお願いできればなと思っております、ちゃんとあのシュガーのロゴも入ってるんですよね、あサイドに、はいはい、入ってます、そうですね、あ、はいはい、こちらにはちゃんと入っております、うん、新照明のシュガーです、はい、あとちゃんとあの、はい、フェイスブックあの外周の部分には、うん、あのシュウさんの名前と、はい、シュガーの名前と、はい、はいはい、入ってますんで、うん、もしかしたかな、あれです、はい、入ってますんで、いや嬉しいっす、嬉しいね、すいません、ちょっとね刻印してる感じであのフィンガースピンとかはちょっとあれかもしれないですけど、サムグラインドはやりやすいんで、あの一つこちらもチェックしていただけると嬉しいです、嬉しいです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、
そしてそしてあと15分くらいで販売開始しちゃうので、早いね、もう一個行きましょうか。はい、はい、というわけで、引き続き周高田さんをお迎えしてこちらのヨーヨーもドドン。はい、さあ、もう、あれですよ、これはもう、はい、シュウさんのことを説明するのも不要だっていうのと同じくらいこのヨーヨーも説明するのが不要だと思っていて、はい、というわけでこちらはこちらおなじみループ720、はいはい、の新色のホワイトグロー、はいはいはい、になります。すごいいいね、はい、すごいおしゃれな色、いいね、かわいいですね。あのなんかこの色のストーリーとかはこの色はもともとあのあれですよね、確かリワインドの福袋に入ったんでしたっけ、はい、別の色のやつがホワイトグローボディ、はい、クリアグリーンキャップ、うん、スペシャルロゴバージョン、はいはいはい、と入ってて、でまあなんかそれと近い時期ぐらいに確か作ったのかな、うん、でいろいろこう準備できてさあ発売しようってなった時に、うん、ホワイトデーが近いとじゃあこの時期にっていうので今回こうやって出したんですけど、うん、まあ、ホワイトグローなんで暗闇でも光りますし、うん、僕もちょっと使ったんですけど、うん、やっぱ白だと自分で見やすいんですよ、めちゃくちゃ、うん、で膨張色なんで、はい、その例えば大会で黒い背景のところで白を使ったりするとめちゃくちゃ綺麗なんで、うん、すごい、そうですね、やってて多分楽しいと思います。あやべえ、欲しい欲しい俺ずっと言ってんだよね、この色買おうかな買おうかなって。俺買うよだってまあ、ここにちょっとあるんですけど、はい、僕今これで使ってるんですけど、あ、それ豊かなやつなの、それ僕、これ僕のです。あ、なんだごめんなさい、なんだ、シュウさんのやつだと思ってた、すげえ丁重に扱ってたのにいや、だって大会で使うかもしれないと思ったら、いやいや、雑にはなんか豊かなだからって雑にするとかじゃなくてだってさ、大会で使ってるやつを俺が落としちゃってさ、パコパコしだしちゃったりしたらさ、なんか大会とかパフォーマンスでね、うん、いや、なんか何フォローしてんだ、ほら、いいんですよ。いや、まあこのね、カラーも気に入ってるんですけど、はい、うん、やっぱね、こうブラックホワイトで、うん、あー、そうですね、ないなっていうのは、はいはい、そう、だ出ねえかな、出ねえかなと思ったら、マジ、やっとというか、待望の、そうですね、ブラックホワイトかっこいいですね、ホワイトかっこいい、あとプリントがブルーだからさ、あのオレンジブループリントだから、ブループリント合わせでオレンジホワイトとかも、そうですね、いいかも、確かに、それこそその福袋に入ってた、うん、あの、あ、はい、ホワイトグリーンクリアのキャップと合わせてもかっこいいかなと思って、うん、いやー、これあのヨーヨーファクトリーさんてか他のメーカーでないよね、ホワイトグローってね、ないね、今のところヨーヨーマーケット的には多分ホワイトグローってやってなくて、普通のグローとかあったらね、うん、そうだよね、あるけど、そう、もっとなんかこう黄色というか緑がかった、うん、そうですね、グローボディは乳白色みたいなね、うん、以前あのテンゲイティでも出してたじゃないですか、はい、シャクラアイリションでも出してますね、うん、はい、ちょっとあれを思い出すグッドグループ具合があるんです ね、 ね、個人的には。あ、でも最近のその720で出してるカラーのコンセプトがちょっとこうバックトゥーオールドスクールじゃないですけど、昔のちょっとこう好きなカラーだったりとか、はいはいはい、ちょっと前のまあもう本当僕の主観なんですけど、僕が好きだった色を出してます、はいはいはい、っていうのが結構多くて、まあ、その1080っていうのも1080 の, そのシャクラバージョンももちろんだし、はい、うん、そういったところからちょっとしたこうインスパイアもらって出してるカラーが最近はちょっと実は多い。あれ確かシャクラバージョンもプリントカラーで水色使った、黒とね、水色入ってる、そうです、そうです、そうです、はい、でオプティミスティックって入ってるよね、入ってる、かっこいいですよね、かっこいいですよね、いやー確かに欲しいです、欲しいね、はいこれね、さっきコメントで誰かがカルピスみたいって、あー確かに色かに、まさに体にピースのやつですねちょっとドットのバージョン欲しいですね、ロゴ、あーカルピスってそういう、はい、確かに、はい、すげー、ただ720は別にそのデザート縛りとかそう、でもバナナとかあるから、そうそう、バナナオレンジとか来てるんで、まあ、カルピスはあっても別に自然じゃないですけど、すげえ、かわいいな、ヨーグルト系ってことですね、あーいいですね、あ、それだったら、いや、さ、いや、イエローとホワイトでしょ、バナナヨーグルトって、それもちょっとありだな、あすごい、はい、黒いのコーラだよねあ確かに黒いのコーラクリアブラックとかだったらね、あのハイパーヨーヨーとかであったじゃん、クリアブラック、ソニックブレスとかであった、うん、あれとかだったら、はいはい、確かにコーラの、あの、ぽいよね、というわけで、そうだね、はい、そう、シュガーとかもそうだけどさ、なんかこう連想するの楽しいよね、うん、
いやそうだと思います。なんでなんか僕結構そのコンセプトがあったカラーが結構多いので、うん、なんかどこから引っ張られてるのかなっていうのをこう想像しながらなんか見てもらったりすると面白いかなと思います。確かに。マジで甘いもん食うとき次この色にしようとか思ってる感じですか？ありますね。あ最近はマジでそれで見ちゃう。コンビニのスイーツ欄とか見て、あこの色いいからとか。そうな、そうなんですけど、コンビニのスイーツとかやっぱヨーグルトとかそのデザート多いじゃないですか。はい、今僕ここに杏仁豆腐食べてください。食べてください。あの白が多いんですよ。はい、ああ確かに。メタルで白って難しいんですよ。あのその生産上の都合で。だからどうしてもコンビニに行った時にいや無理だなってなっちゃっていつも。そうですよ。ちょっとあれだけどさ、ホワイトプラスチックだったらホワイトグローと普通のグローインザダークの中間くらいが杏仁豆腐の色だよね。そうですね。そうです。普通のグローインザダークだとさ、ちょっと黄色すぎるというか、はい、そう。それから言ったらポムで作っちゃうとかね。ああ。ちょっとこう太陽の下に置いて黄ばませて。はいはいはい。黄ばませて。っていうね。はい。使い込んでいくとよりそうだよね。そうそうそう。いや。というわけで、まあ、毎回あの、ね、結構つい最近だと THP バージョンがフィストサルで出てたりとか、ね、はい、であとそれかシルバー出てたりとか、 あ、はいはい、あとゴールド出てたりとか、ゴールド、はい、昔のカラーの、はい、インスパイアで、はい、で、はい、であとはもうホイール、そうですね、はい、なんかラメ入ってるやつとかがめちゃくちゃ熱かったし、はい、ね、店頭でもすげえ勢いでなくなってたよね、はい、あ本当ですか、うん、もう今古いのはやっぱないし、ね、もう赤いバージョンしかない、うん、買ったりするんで、最近だとリーコンコレクションとか、そうね、はいはい、結構あの緑も好きなんだよね、これ、あ緑いい ね、緑いいね、あのエヴァンバージョンとは違う緑、違いますね、エヴァンのはソリッドだ、はい、ライムグリーンの、そうです、ソリッドバージョンみたいな感じだったんですけど、はい、今回のはちょっと、うん、なんか色に名前一応ついてはいるんだよね、なんかなんちゃらグリーンみたいな、うん、なんかねついてるんですよね、うん、そうです、把握してない、多分ハワイの何かにちなんだやつ、はい、あ前のやつは、いや普通にそうじゃなくて今回のこのグリーン、はい、だワースターも同じグリーンだったなんですよ今回、ああそうですね、はい、はいはい、でもロゴの色が違うだけで全然イメージ違うなと思ってて、ね、はい、っていうわけで、まああれなんですけど、こちらのシュガーと、はい、そして、ちょっと画像をちっちゃくしたい、シュガーですね、あとそろそろあと10分ぐらいですけど、うん、質問も結構いただいてる中で、はい、なんかちょっとあの販売前にサクサクっと、うん、ちょっと上さんだ、昔、ね、あの差し入れの杏仁豆腐を間違えて食べてしまったら怒られたことがあります、ね、そうですね、マネージャーさん怒られた、そうですね、あの食べられちゃったんだ、そうです、ね、ちょっとこういただいたことがあって、杏仁豆腐2つあったんですよ、はい、で2つあって、うん、まああげればよかったんですけど、どうしても大好きなんですよ僕、パンケーキと杏仁豆腐がこのデザートより好きと、何よりも好きで、はい、それを食べられちゃったんで、その時はちょっと 不機嫌になりましためっちゃ大人げなかったですえそれはあのなくなってるのに気づいて上さん食べたなじゃなくて、もう上さんがこういや、なくなってるのに気づいて、あれどうしたのみたいな、そうですね、確かその日仕事でなんかその仕事のなんか撮影か何かの時の最後も結構疲れたから、一日中なんかこう撮影の日で、うん、はいはいはい、でさあ今から食べようと思ったらなかったんでうわっみたいなので、はい、楽しみにしてたの、楽しみにして食いましたみたいな、食べ物の恨みは怖い、怖いそうですねちょっとサクッと今7人までの話をしていたんで、おお、ちょっと待ってください、ごめんなさい、僕がなんか、はい、なんかテキストを入れてますかね、バッコードみたいな、バッコードみたいな、あー、ごめんなさい、ごめんなさい、じゃあちょっとあの質問で1個、7人まで、まあ、色によって、まあ、フィーリング違うとか、はい、まあありますね、はい、好きな色はもちろんオレンジです、オレンジ、オレンジと、うん、ゴールドはめちゃくちゃ好きですね、ゴールドはそのスピンスターの中でも使ったりとかしてて、うん、スピンスターってあの僕と、レイ君とあとトミー君の3人でやってる、まあ、大道芸とかでこう世界チャンピオンチームですね、そうですね、出てるこの3人のチームがあるんですけど、その中のパフォーマンスとかでもゴールド取り入れたりとかしてて、やっぱ照明とめちゃくちゃ合うの、こうあそのステージでやった時でめっちゃ映えるんですよ、そうですね、テカテカやしね、テカテカっていうかシャイニーやそうですね、本当もうちょっと今そのなかなかこういうご時世でパフォーマンスの場がちょっと減って、うん、減ってはまあいますけれど、うん、もう機会があれば本当スピンサーのパフォーマンスぜひ見てほしい、ね、ぜひぜひ、はい、僕とね、アルチュンがあの
そう、東京で。そう、ちょっとね、そう、クリスマスので、あの、スミスさんのパフォーマンスを拝見させていただいたんですよ。超面白かった、ね、超面白いし普通にもう口開けてすっげえみたいな、すっげえやっぱりこの人たちやべえわみたいなすごい、あの、ね、レイ君にこうタメ口というかこう上から圧をかけるシュークっていうね超珍しい、そうですね、そのスピンスターのイベントクリスマス去年の12月にやって、その時のなんか内容がなんか僕がレイ君とトミー君に結構こうパワハラじゃないですけど結構言いまくるみたいな、まあ、シュウ君がサンタさん、そうですね、で、まあ、レイ君がトナカイ、そうですね、あれはね最高演を希望しますよ、そうですね、そういったのもスピースターでもやってますね、もちろんそういうのもあるし、結構正統派なパフォーマンスとかもね、はいはい、あるし、あの多分 大道芸ワールドカップの動画とか YouTube 残ってます、残ってます。僕も YouTube チャンネルで自分の Vlog、うん、そのスピンスターの Vlog 載っけてたりするんで、なんかよかったら雰囲気だけでもこう見てもらえたらな。うん、そうですね。いいなスピンスター。はい。そう言って21時販売開始なんで、はい、まああと5分ぐらいでね、はい、販売開始と、まあ今日はあの見届けもしますと、はい、いうことなんで、それをしながらですね、この後質問とかにいろいろシュウさんにも答えていただきます。最初の方にもいただいている質問にもちょっとお答えしていただければなという感じで、はい、はい、ぜひぜひ。あとじゃあちょっとその間初注意というかなんか例本にはないんですけど、リワインド8000円以上購入で送料が無料になります。素晴らしい、はい、でシュガーだけだと無料にならないので、まあキティストリング一緒に買うとか、シュガーとループ720とでもなんか超えないですね、超えないですディーズナブルプラス、そういうことでプラスアルファ買うとか、シュガー2個買うとか、あの、まあ、うまくやってもらって8000超えれば送料は無料になります、うん、はい、で今日購入すると、今日何曜日だ、月曜日明日発送ですね、はい、明日発送が最短になるので、そうですね、明日発送が最短になります、同じこと言ってはい、というわけでですね、あの、はい、定番として我々としてもやっぱプッシュしていきたいヨーヨー、まあこれやっぱ使ってみたら僕とかもやっぱすごい、あ、これすげえヨーヨーだと、うん、であとやっぱ何より驚いたのがなんかね、人が使ってるのを見ると大きく見えるんだよね、ヨーヨー別にすごい大きいわけ、はい、ちょっとね気持ちその大きさとしては大きいヨーヨーではあるんだけど、うん、それ以上にだからなんか映える、うん、パフォーマンスとかしてて映えるヨーヨーで、で実際使ってみるとすごい癖もなくすごい扱いやすい、すごいいい子だったりとかしてて、うん、でやっぱちゃんと安定して長く回ってくれるしっていう、うん、そういうヨーヨーの素直さみたいなのもやっぱあったりとかしてて、うん、でやっぱうちとしても結構こうちゃんとプッシュしていきたいし、みんなぜひ使ってほしいっていうようなので、数的にはちゃんとあるので、うん、急がなくていいのでいやどうしようやばい送料無料ならない、もう一個いっちゃうかみたいなのも OK です、はい、ぜひ、2個3個とねコレクションしていただければと思います。そしてね、あのなんか、はい、実際ゲットしたら、あ、シュウさんこういう思いで作ってたんだみたいなやつもしっかりチェックしてもらえればと思います、うん、はい、はい、個人的には、ね、買ったらぜひやっぱフィンガースピンとサムグラインド、グラインドは ね、あ、まだ覚えてない方は、うん、やってみたい、やってほしいなっていう感じ、うん、そうですね、ここまでだってやりやすい機種最近なかなか、そうだね、そのまあね、フィンガースピンに関してはスポットがついてる機種とかあるけれども、うん、サムグラインドは、ね、なかなかない、なかなかない、うんうん、そうです、このね、ここちょっとボコってなってるのが引っ掛けやすいように、ね、これがねやりやすいんで、あと俺シュウ君の動画見たのサムグラというか、ここにこうやってで上から紐戻すやつ、はいはい、俺シュウ君の見て覚えた、マジですかあれかっこいい、そうあれ、そうですね、結構こうやるときにここの引っ掛かり具合がやっぱ大事になってくるんで、エルクさんシュガーのワインレッドっぽいものを見たい、ベリーですね、あ、ベリー、はいはい、まあそうですね、ワインレッドって言った方がいいかもしれないですね、うん、一応コンセプトはベリースイーツではあるんですけど、カラーとしてはワインレッドとかダークレッドみたいな、そう、あの、うん、ちょっとあの他メーカーの機種にはなるんですけど、 C3 のサイバークラッシュのバーガンティーがこうブラストで落ち着いた感じというんですかね、あー、まあ確かに近い色味と、うん、色味としてはそうですね、そう、赤みの感じとしては、うん、近いかな、なんか独特だよね、すごい、うん、そう、それでもそう今までいない色、うん、発売時間逃さないようにしようと思ってタイマーかけたら、うん、こうやって最中ずっと鳴ってたあ、だからあと2分くらいで販売開始しますね、あ、もうすぐだ、はい、本当だ、58分、はい、です、うん、
皆さん逆にこの色めっちゃいいとかなんかコメントとかもらえたりする。あ、そうだね、気になる色、うん、この色買うぜとか、うん、またはもうちょっとしたらこの色変えたとかあると思うんで、うん、はい、いやーねー。ちなみにあのテリーと豊は何色欲しい？僕そうだ、うん、私もそうだ、俺ベイなんだけど、でもね、一番使ってみたいのはローなんだよね。ローなんだよね、そう、あ、そう、なんかローのやつだけちょっとだけこうフィーリングが違うんですよ。あ、柔らかい感じとかね、そうなんですよ、とかね、でもね、ローをすごい振りたいけど、さっきシュウ君はもうスイスンってやつだけど、ローはその乗せる系がね、難しいからね、ちょっと難しいんですよね。でも、ああでもロー超気になる、なんかね、気になるよねあと普通にあのシュガーちょっとあのなんだろう、アメリカのシュガーとどれぐらい味違うんだろう、うん、ちょっと普通に気になってきた。確かにこのついてくる砂糖がそうメインはヨーヨーですからねそうだね、確かでもそこも気になるね。気になる、はい、でもこんな話ずっとして好評だったら次から全部シュガーついてくるかもシュガーついてくる、じゃあシュガーに砂糖がついてくる、なんかおかしいな。え、でもそれ嫌だよ。だって、まあ、今回は嫌だっていうのもあれよ、本当に嫌だじゃなくて、うん、あの万が一こうエラーロットというかそのシュガーの中のシュガーのエラーがあって、うん、あの届いたら、うん、中が破れて、うん、袋破れ、確かに糖まみれでしたとか、それは困っちゃうね。前代未聞のお問い合わせじゃん。なんかベトベトするんですけど、ね、そうベトベトするんですけどみたいあのすいませんシュガーが破けてましたシュガーが破けてる、破けたくないみたいなどういうことどういうことバキの世界の人かなみたいなやばいですあ、9時になった、はい、9時になりました。はい、これで販売開始はきっとしているはずです。ローが気になります。ベリー狙いです。あ、販売開始して今多分処理中です、はい、お待ちください。21です。あ、ごめんなさい、新色が販売開始してるんはず。ぜひ皆さんよかったら見てください、はい、出てる。我々スタッフ何色が欲しいって言った時にね、みんなねそれを言わないです。そう、これを言わないあ、でもなんかさっき入ってましたよ、コメント欄で。あ、いや、僕らが。そう。あ、なるほど。スタッフが。いや、お客さん言ってくれたら嬉しいですよ。一番嬉しいですよ。いや、でもね、これもね、普通に、ね、欲しい。これも可愛いからですね。可愛いから、そう。使いたいんですけどね。販売スタート。あ、大丈夫です。はい、多分全部インストックしてるはず。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。720も一緒に、はい、そうですね、ぜひ、はい、てかあれだよね、さっきこれ1個買って1個じゃあ送料無料にならないとか言ってたけど、720ルーピングしてほしいから2個買ってね、いただいてしたら俺はすごいいいんじゃないかなと。あとは、まあ、ルーピング機種間に合ってますっていう方は、あ、まあ、これセットですね。そうだね、720と、はい、あ、そうだね、キティストリングと、はい、はい、あれ、そういえばシュウ君ケースとって太さ何使って、僕は、ループ720はノーマルで、うん、まあ、よくオレンジを使ってますね。あ、で、まあ、なんかパフォーマンスに合わせてホワイトを使ったりイエローを使ったりはするんですけど、うん、で、シュガーはノーマルの時もあれば、うん、ファットか XL みたいな感じで幅広く使ってます、うん、なんかどうしてもそのパフォーマンスの現場によってはなんかループヨーヨーとシュガーをなんかそのまま持っていかなきゃいけないみたいな時は、なんか紐をまあノーマルのまま行っちゃう時もあればっていうのですね。あとなんかその本番の時の自分の緊張具合とかで、やっぱ太い紐の方が引っかかりやすいんですけど、その分絡まりやすかったりとか、ちょっとこういきなり自分の予期しないタイミングでこう引き戻ってきちゃったりするんで、そういった時は落ち着くためにもノーマルを使ったりとか逆にしてます。すいません、今ちょっと販売処理をしてるんですけど、ごめんなさい、ちょっと遅っ、ちょっともうすでにサイトが重くなってて、リワインドカラーがちょっと今まだインストックにできてないっていうこと。なるほど、ちょっとだけお待ちください皆さん、すいません、ごめんなさい、はい、と重くなってるし、すいません、D さん、また発売ご祝儀ということで、わー、ありがとうございます、ありがとうございます、ごめんなさい、私途中にごめんなさい、失礼しました、ちょっと業務連絡皆さんに近い感じ、しかも200人ぐらい見てくれてるんですが、いや、すごいっすよ、ありがたいですね、お、重い、すいません、もう少々、すいません、今、うちの岡田さんが頑張って処理してますんで、はい、皆さんね、ちゃんと数数量とかもちゃんと用意してますんで、ちょっとただ売り切れの際はご容赦くださいということではあるんですけども、アクセスが集中してて、あ、岡田さん登場しましたね、はい、めっちゃかっこいい、ラクション、はい、
ということで、なくちゃん、はい、ちょっと販売今処理してますんで、もう少々すいませんお待ちください、うん、スーパーチャットもありがとうございますということで、なんかここからまたじゃあちょっといろいろ話に戻っていきましょうか。ただまだみんなね、多分一生懸命カートに入れてる瞬間だと思うんですよね。まだその間にちょっといただいてお酒もらおうか。ああそうですね、はい、ちょっと冷やしてるんで持ってきます。いやでも僕まだシュウさんがヨーヨーナイト来てくれると思わなかったっす。いやこちらこそ、なんかいつかずっと行きたいなと思いつつ、なんか僕から言うタイミングもなく、言っていただけたらめっちゃ光栄ですけど、いやもうめっちゃ嬉しいです。いやこちらこそです。ありがとうございます。言うと僕は多分テリー君、はい、2004ぐらいからだと思うんで、初めてお会いしたのが、そう、僕が小学1年生の時に、あそうだね、ハイパイ、ハイパイヨーヨー、そうです、その説はすいません、こちらこそになっております。第2期ハイパイヨーヨーですね。はい、そうかそうか。なんかもし第2期がわからない方はリワインドのあのオスカさんがやるヨーヨーアカデミーを見てもらえれば、第2期がどういうどのぐらい、ね、なんかこう人が少なくて、ただメンツはめちゃくちゃ濃いので、その時に出した人たち、はい、あそれこそシュウさんとか、あのタケス、マセルタケスさんとか、あのみんな ね、 そうですね、あの本当に今そのトップずっとぐわって走ってる人たちはやっぱそこの時のタイミングだったりとか、でもねすごい、あのもう本当に僕はあの仕事できて光栄だったし、なんかこうやってなんか残るっていうとあれですけど、こうやってみんなが強い続けてくれてるのは本当に嬉しいです。ただあの頃はそんなこと考えてもなかったんで、うん、はい、あとごめんなさい、ちょっと質問で今のうちにちょっとお答えしといた方がいいやつだ、はい、どうぞどうぞ、はい、シュガーのファーストロットとセカンドロットで何か違うところってありますか。まあカラー以外での、うん、まあ、結構他メーカーさんでちょっと調整したりとかあるんですけど、いや特にはないですね。特にはないですよね。そう、なんか自分で振ってても別にそんなになんかそのカラーによっても差はないし、うん、って感じですね。そうだ、純粋に新色、そうですね、純粋にカラーで選んでもらえる、カラーが増えたっていう、ええ、感じですね。なのでそういった細かいなんか仕様の変更とかは一応我々もアナウンスは、あてか、いや基本はなんかメーカーさんはそういうのあんましないから、まあ、まああれではあるけど、一応まあ、あのないですっていうことらしいです。そう、見た感じ、はい、触った感じ、変化はその色ですと、うん、はい、うん、特にはないですね。で買われるときにその見たことあります、はい、あじゃあいただきます、すいませんか、飲む人います、あです、大丈夫です、はいはい、あでもうちょっと下いただきます、はい、じゃあ、はい、ごく稀に気づいたらスペック変わってるメーカーさんもいるんですけど、まあ、なので、はい、でもそれはやっぱあの素材がちょっと変わってたりとかいろいろあるので、はい、あ、ズッキーさん、スパちゃんありがとうございます。岩井の限定から買いましたと。ありがとうございます。マジですか、ありがとうございます。じゃあ買えるようになったので、ね、買えるようになってます、ね、そういうことですね、はい、ありがとうございます。カズキ岡田さんから前職出ましたと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ズッキーさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。お酒もありがとうございます。ベレルさん、ありがとうございます。はい、というわけで、でじゃあここからはいろいろ、はい。あ、これはちょっと危ない、危ないお酒ですよ。飲みやすい、うん、飲みやすいやつですね。はい、うん。飲みやすいのこれ。あの口にこう舌に当たった瞬間もう喉にいるみたいな。スーッと入ってる。これ危ないですね。うん、美味しいですね。すごいですね。みんなあのアクセス見てると販売開始した瞬間にスッて落ちてってまた、はい、買い終わったら戻ってきてもらえたら戻ってきてください。あでも今200リーになったんで、あのまた多分徐々にこう戻ってくるかなと思うんですけど、うん、はい、というわけでじゃあ豊さんまた、はい、あ結構聞いていいですか、あの聞いていいですかっていうか、あの知っていることなんですけど、あのシュガーのロゴ、はい、あの誰かデザインしたとか、どういう、そうですね、設計とロゴに関しては多分ちゃんと説明した方がいいですね、はいはい、あのさっきね、ちょうどサスヨーヨーメカニクスからもですね、はい、質問が来てたんですけど、あ、このシュガーに関しては、サスヨーヨーメカニクスというですね、うん、ところが作ってくれてます、はい、で、シュガーの率直な感想レビューをお聞きしたいです、直接お伺う機会がなかった気がしまして、うん、と来てるんですけど、あの言葉になっちゃうんですけど、本当最高のように作ってくれてありがとうございます。いやもう本当なんでしょう、特にプロトタイプが来てから触ったんですけど、あんま変更、あんまっていうか変更点がなくて、あ、ディグさんは一発 OK、 一発 OK で、あすげえ、まあ、はい、これです、求めてたのみたいなので、すごいだったんで、もうそのまま GO サインで出してってぐらい、すごいいいヨーヨーがいきなりできて、なんかモノメタルなのにバイメタルぐらいの回転力があるっていう、
のもあってすごいいい設計をしてくれたなという、うん、伸びるよね、すごい、ね、そうなんですよね、うん、なんで僕もパフォーマンスでやっぱどうしてもキャッチするタイミングとかを、うん、なんかその曲によってはめちゃくちゃ長くしたりとか、うん、すぐキャッチしないといけないとかこう結構こう調節しないといけないんですけど、うん、そういったのにも対応しやすい仕様にはなってて、あともちろんこのフィンガースピンのこのグラインドをできるように、うん、絶妙だよね、絶妙なパフォーマンス映えするトリックがやりやすい、そうですね、うん、やっぱここのこのフェイスの部分が少しでもこう平べったすぎるとやっぱフィンガースピンキープできないし、逆にこう厚すぎてもどうしても回転力がなくなっちゃうから削らないといけないのでっていうこの絶妙なラインを選んでくれて作り上げるヨーヨーって感じですね。もともとあのコーランエッジで週3エディションあったじゃないですか、僕去年かな一昨年かなアニバーサリーボックスで出させてもらった曲があって、あのその説明もありがとうございましたってことなんですけど、やっぱあの形が結構僕ベースなのかなって思ってて、そうですっていうと、そうですね、エッジシリーズ使ったイメージがあって、がそう、うん、僕でもエッジでコラボする前にあのシューターって、シューター、はい、そうです、ジェントリーとコラボしてて、はい、なんか浮気みたいになってますね、すごい、いやでもねみんなはね、はい、そうね、なんかシュあのなんでしょう、ジェントリーのシャッターもめちゃくちゃ好きで、うんうん、なんかシャッターのいいところと、うん、なんかそのコーラルエッジとかエッジのいいところと合わせたところにプラス自分のそのアイソレーショントリックだったりとか、うん、ダンスムーブと合わせたような動きをやりやすいようなヨーヨーを作りたいと思ってて、うん、っていうので作ったんで、結構まあ要望ももしかしたら多くて大変だったのかもとは思うんですけど、その分すごいいいヨーヨー、こだわり抜いたヨーヨーができたなと思ってます。はい、そうです、そうです、さっさ、はい、それがこの、まあ、デザイン で、はい、でちなみに開発期間どれぐらいだったんですか。どのぐらいだったんだろう、でも結構短かったのかな、1年は絶対、うん、1年はかかってないですね、半年いかないとかだったと思います。うん、もうそなんか、うん、はい、もう気づいたら出来上がってた、うん、そうですね、はい、イメージでもうプロダクション来るよみたいな、うん、はい、そうなんだみたいな、そうですね、結構キンキンだった気がします。で下手したら半年くらいじゃない、多分半年かかってないかもぐらいの、そうだよね、はい、プロジェクトやりましょうって言った瞬間からもう、あ、でも出したら半年とかくらいってことだよね、そのぐらいの期間ではできたかもですね。あ、でこのデザインというかロゴはあのひばりさんって同じフィストサリューのメンバーで、はい、何でしょう、他にロゴデザインとかだと、うん、やっぱ直近だと結構もう、あのプラグマでおなじみのだったりとか、みんな、あとあれですね、JN のロゴとかも確かそうじゃないでしたっけ、世界大会、2015世界大会、世界大会、あと JYYF のロゴも、はい、あ、そうだね、JYF のそうだ、ロゴとかも、うん、あとキティストリング、あ、そうだね、とかも、そう、引っ張りだこですね、ちゃんとしたロゴっていうものは基本的には日本国内のプロダクトは意外とひばりさんだったりする、そう、はい、そうです、あのもう、はい、いろんな、もうそうだね、そう、はい、多すぎてどれだけ状態ですね、ヨーヨーデザイナーといえば、ね、あのアートワーク、ヨーヨーアートワークデザイナーといえばボン、そうですくらい、はい、でもうそれもお願いして、でもぜひ作ってくださいということで連絡をさせてもらって、そしたら快く引き受けてくれたので、でなんか僕もなんかこう具体的に決まってなかったんですけど、うん、テーマを砂糖を入れたいとか、うん、なんかちょっと 甘いけどかっこいい感じにしてくださいとか、結構めちゃ団体を言ってたのに全部答えてくれて上がってきたやつで、うん、もう特に別に修正もいらないですみたいな、うん、思い描いてたのがそのもできたんで、あ、すごいすごいって感じでしたね。確かに T シャツでも可愛いっすね。そうね、かっこいいし可愛い、なんかいい塩梅だよね、うん、これね、その角砂糖とチョコレートソースがかかってる感じは結構僕の中ではこだわりポイントですね、うん、なんかちゃんと全てを表してるよね、ね、うん、好きです、好きですありがとうございますで僕はずっとこの砂糖がサイコロにたまに見えたりします。サイブ A の人は、ね、あ、なるほど、サイブ A 病ですね、サイブ A の応用かなみたいな、はい、あと質問、そろそろ結構あの皆さん、まあ、質問でいただいたり気になってる部分、うん、ちょっと聞きたいなと思うんですけど、あ、そうですね、セッティング、はい、セッティング、はい、じゃあまずシュガー、はい、シュガーのセッティングから、はい、シュー君はセッティング、そう、はい、セッティングどうしてますかと、はい、うん、開けてキティストリングをつけて終わりです、そのままです、開けフォンです、シンプルだった、シンプル、そう、あの
まあ、ぶっちゃけると、いろんなセッティング、僕は試してほしくて、シューさんにいろんなものを渡したんですよ。うちのバットとか、軸もなんか変えるといいよとか、ベアリングもいろんなの使ってみてほしいな。で、それでシューさんが、なんかさらにこう、中身へ行くというか、だったら、っていうお手伝いができるなら、やっぱ洋ショップとしても嬉しいし、と思って、シューさん、これちょっと、って言って、イベントの時とかに、一番最初イベントやる予定だったから、でよかったら試してみてって渡したんですけど、でも、やっぱね、それが合うんだろうね。そうですね。だからなんかこうね、セッティング変えるのも一つだけど、そのまんま使うのもやっぱ一つだと思ってて、はい、あとあの前それこそチタンアクセル、うん、はい、アクセルとかも一回試して、まだこうついてるシュガーとかもあったりするんですけど、うん、ちょっとフィーリング変えたり、変えたりとか、うん、気分転換、はい、気分転換みたいなとか、うん、ちょっとこう滑らかにヨーヨーやりたいみたいな時はやっぱそっちの方がやりやすいかなと思ってて、うんうん、なんでそれも皆さん そのやりやすさ、そうだ、ね、シュガーの多分この開けてすぐは僕が使いやすい状態になってるので、あ、やっぱそういうことだよね、はい、そういうことです。なんでそのもしここでもうちょっとこうしたいなとかあったら、まあ、リワインドに来てもらって、うんうん、スタッフさんにこうしたいんですけどって多分言ってもらえれば多分一番いいのかなと思います、ね、僕らが、はい、で、シュウ君とじゃあ同じセッティングで使いたいって言ったらもう開けたそのままの状態のままで、まあ、ストリングはまあキストリング、はい、まあ、太さはもうさっきお話いただいた通り、そうです、ね、結構ケースバイケースで、そうですね、ノーマルファット XL ぐらいをまあ使ってもらえればと思います。うん、いつも思うんですけど、同じセッティングが出せないですよ。同じセッティング出せないっていうか、一回パッドとかすり減ったら同じセッティング出せなくないですか。このパッド売ってないですよね。ああ、そうですね、はい、から同じセッティング出せないので、そういう時は皆さんぜひ相談しに来てくださいって感じで、あれですけど、なんか透明、半透明のヨーヨーファクトリーのラインナップにない半透明のパッドがついているっていう、多分このシュガーのパッドを多分3ヘルぐらいまで練習してたら多分よかなりレベルアップしてると思うので、なんかそのパッドの違いとかももちろんありますけど、そんなに気にしなくてもなんか技はできるぐらいのレベルになってるのかなとは個人的に思うので、ボディ側のポテンシャルがすげえ強いのと、ありがとうございます。ありがとうございます。生ヨーヨー早受けデュエルしませんか。豊さん勝ったらサインもらえるみたいですよ。あ、すごい。シュウさんのサインもらえる。俺今日すいません、あの大亀さん、あの今日僕一瞬なんかこうもう全部話し切っちゃって、時間1時間あって余っちゃったら、もうみんなで箱開けるかって言おうかなって。いやでもこれ箱開け、あの配信前に実は散々おられてて、まあさっきも途中ちょっとおられましたけど、もう箱開けではね、あのちょっと別の方法を探します。倒すための倒すため、ね、倒すためですね。そうですね、はい、そう、まあ、というわけですいません、あのセッティングは、はい、はい、そんな感じで、そうですね、でループ720か、720ですね、はい、もうセッティングも、開けポンですね。あ、そうなんですか、最近。最近っていうか前からスペーサー変えたりとか。あ、まあでも開けポンか、スペーサーを変える。で、一時期多分セカンドロットぐらいから結構戻りが強い720が売られてた時があって、はい、ちょっとそれは申し訳ないんですけど、その時は青スペーサーをつけたりとかはしてたんですけど、うん、ゴールドを使ったりとか、今の出てる、オレンジだったりとか使う時はそのまんまで赤スペーサー、はい、赤スペーサーでやったりとか、うん、でストリングをケーストのノーマルです。ケーストのノーマル、はい、準備体操みたいなのあるんですか。準備体操とかヨーヨーストリング伸ばす以外は。あ、僕ストリングも全然伸ばさないんですよね。あ、大会前は伸ばします。でも、はい、大会に出るときはループ720じゃなくて、はい、2020になるので、そうです。あ、やっぱそうまた変わってくるんだ。そのセッティングがマジで違いますね。はい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 、だからそうですね。あ、すげえ。2020、まあ、今日はこの日ですけど、はい、うん、2020も聞いていいですか。うん、セッティングは、当初から変わっているんですか。変わってないです。あ、変わってないんだ。よかった。変わってないですね。21のハーフのなんかを使ってとか、はい、詳しくは YouTube チャンネルに載ってるので、はい、見てもらえたら。うちで先行販売させてもらったんですよ、シュウさんと。そうですね、すごかったあの日。シュウさん、ジョン・アンドーさんでイベントやるっていう。怖い怖い怖い。すげえかった。僕ずっと裏で組み立てしてるっていう。僕のセッティングになるように30個くらい組み立てた。30個じゃないな、ペアだから、まあ、40、50、60とかくらい組み立てたんですよ。そうですね、組み立てて、はい、皆さんこう待ってくれてる中で、はい、できましたみたいな、ラーメンみたいな、ヨーヨーアセットみたいな。
あの時にセッティングちょっとうまく決まらないって言って弾いて僕全部組み立てて使ってます。あ、本当ですか。僕が使ってる私物の2020はそれの残りです。なるほど、はい、ありがとうございます。いや、めっちゃ使いやすくて、はい、あのセッティングすげえなと思って。2020もね、セッティング探すの楽しいよ、うん、楽しそうだよね、はい、でもそう、はい、え、伸ばさないのって来てますよ。そうですね、伸ばさないですね、そのまま、あ、なんかアラウンドして伸ばします、うん、あー、やっぱそうなんだ。こういう風には伸ばさない。あ、なるほど、分かった。じゃあ、伸ばしてから紐切るじゃないんだ。じゃあ、もうそもそも伸びることを想定して紐の長さ決めてるってことですか。伸びるのもあんま気にしてなくて、あ、もうなんか投げた時にこれぐらいだったら、じゃあこんな感じでやれば、そうですね、いいか。たまにミスる時もあります。ミスる時もある。あ、もう紐の長さ違いすぎた、切っちゃったけど。あ、そうそう、やばい、もう超長いじゃんみたいな。すごい、なんか意外だな。あ、でも一応僕そのマスターストリングじゃないですか、メジャー用の、はい、基準のストリングに合わせていつも切ってて、あ、まあ、なんかそれに合わせるときにそのストリングにこう沿わせるときにちょっとギュッて伸ばしつつはあるんですけど、わざとこうガン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 っていうのはしないです。あ、まあ、2020の時はやります。あ、うん、結構弾力あるとめっちゃループ下がるもんね。そうですね、うん、とかですね、多分僕の YouTube の、ループ720の多分セッティングの中でもしかしたら伸ばしてるかもしれないんですけど、まあ、伸ばす時もあれば、でも最近は、うん、でも正直な話めんどくさくて伸ばしてないってところが一番でかくて僕ね結構知ってる、シュウさん意外と物臭っていうそこもすごい親近感は、はい、へえ、そうなんだ。キティストリングも切るのがめんどくさくて今長いままですえ、そんなこんな長い、あ、結構長い。でも確かにさっき長かった、すごい。あ、やばいね、シュウさんもうこのまんま物臭まで行ったら どこまで行ってしまうんだろう、ね、はい、なんでやっぱその自分のシグネチャーで開けてすぐできるヨーヨーが出た時は自分が一番嬉しかったです。もう何もしなくていいっていう。なるほど。これドッキリ企画でシュウ君にヨーヨーちょっと振ってもらうみたいな時に、あの、どれぐらいの長さまでのストリングだったら気にせずやってくれるよな。確かに。5センチ。もう多分ね、1年ぐらいの計画でやっていかないとね、ダメだろうけど。それはね。多分720はアラウンド最初結構鬼回して。ああ、そういうイメージはある。そう、すごいそれは見る。うん、キーンと回して。僕、あの、誰になりたい、ヨーヨープレイヤーもし生まれ変われるなら誰になりたいって言ったら、うん、ジョン・アンドーさんか高田シュウさんが言ってる言ってる、はい、マジでずっとお客さんが言ってて、それは本当に、はい、で僕はなんかシュウさんがアラウンドでアラウンド・ザ・ワールドで紐伸ばすっていうのを小耳に挟んだし、そのシーンをちょっと見てしまったんで、僕もお店立ってる時に紐伸ばす時にシュウさんみたいにアラウンド・ザ・ワールドやるっすシューンってやって、うおーすげーって言われて、そうだろ高田シュウの真似だぞって思いながらやっているんですけど、はい、でもシュウさんはいつもそういうイメージあるんです、うん、アラウンドめっちゃ伸ばしてるイメージ、ね、アラウンドとループ結構早めにやって、あ、ってやってから、うん、そんなことしてるから紐も切れやすいのかなと。あ、まあ、確かにチャンネルの動画でもそうですね、スパーンって切ってたり、あと PV でもなんかこう NGC みたいな感じで、そうですね、はい、パーンってそのまま、確かにそうです、ループ2020の PV かな、4ファクから出てるやつです。アイスランドの世界大会で、おお、そうです、プロトタイプもらって外で振り回してたらパーンって飛んでって、そのまま池に落ちたんだ。池なんだ。池に、はい、入ってって、あれでも結構みんな言うよね、2020といえばみんなあそこに落ちてるみたいな。そうだね、みんなめっちゃ携帯で撮影しましたよ、ね、未だに眠ってんのかな、そこに。いや、その後に回収した、回収してくれてすぐに、ああそうな、一緒にいたそのドイツのヨーヨープレイヤーの人が、うん、まあ、アイスランド、夏でアイスランドって言っても、うん、まあ、0度近いんで、うん、池もめちゃくちゃ寒いんですけど、うん、その中に素足で入ってって、撮ったよって言ってみんな拍手みたいなすごい、え、それまだ取ってあったりするんですか。いや、それ多分そのままゴミ箱に捨てました、僕さすがにね、だって海落ちたやつだしね、使えないし、いや、でも海で落ちたやつ、本当に拭いたりね、どんだけメンテしてもね、またね、ダメになるんです。まあね、それは、まあ、一応写真撮って思い出で撮ってから、まあ、大会に持ってきてもしょうがないしと思って、確かにね、すごい、あの、シュウ君物草の話から最終的にフィンガーホール作らないでループしそうまで言われて、 あれですね、あの、最初のループとかワインダーしてそのままこうアラウンドしたりとか、あ、先にフィンガーホール作るのがめんどくさいんで、
あと つけたらもうそのままやり出さなきゃいけないじゃないですか。本番前とか一回つけたともう一回外さないといけないから、それがめんどくさいんでやってウィーンって回してっていう、ね、割と近い答えが、ね、でもさ、それこそさ、ちょっと油断したらプッと飛んでっちゃう。あ、でもたまに飛んでっちゃうんで、それをあーみたいな飛んでっちゃうんだ。危なってなる時はたまにあるんで、ちょっと最近は気をつけてます。いや、面白いな、瞬間いいなぁ。質問すごいいっぱい来てる。そう、質問すごいこういただいてて、あとプリン全然食べないです。はい、いただきます。あの、なんか、あの、あ、いただきます。プリンと食べます。メリルさん、いただきます。ヨーヨー本体の交換のタイミングはありますか？傷ついたらですかね。あ、やっぱ、まあ、パフォーマンスとかで、そう、見た目というか、見た目とかやっぱ気にします。やっぱその、テレビ出たりとかする前は必ず変えたりしますし。ああ、やっぱ、うん、すげえ。ちょっとメモしとこう。そうですね、あの、まあ、取材があったりですとか、はい、そういった時は、まあ、変えたりはしますね。逆にでも取材とかの中でその練習してるヨーヨー欲しいっていう時はそのまま、まあ、もちろん持ってたりとかするんですけど。だよね、その自分だけで使うというか、その人前に出す関係ないものと、やっぱ人前でっていう場合で使うものが変わる。そうですね、変わりますね。ただ練習用のヨーヨーとかはちょっと今日持ってきてないんですけど、普段のそれこそのストリートカルチャーの人たちと一緒に練習して、コンクリートの上でウォークザドッグとか、あの、なんて言ったらいいのかな、このまんまの状態でこうやってあの床でコンクリートの上でグラインドループ、グラインドループみたいな遊びでやっちゃったりするんで、ガリッガリになってたりします。もうなんかロゴないみたいなのはあります。一回なんかの配信かな、シュウさんが出てる配信かテレビかわかんないですけど、なんか見た時にロゴ全然めちゃくちゃ落ちてる720使ってて、はいはい、なんかあ、やっぱこうなっていくんだな。セブンティエンティってあの昔のハイパー用に比べると全然ロゴ落ちないじゃないですか。そうですね、うん、けどでも落ちてくるんですか。いや、じゃなくて、なんかその内容によってはロゴが出せない状態とかあるんだって時は、あのネイル用の除光液あるじゃないですか、はいはい、あれでこう、あ、わざわざ落とすんだ。わざわざ落としたりとかしてます。あ、なるほどね。じゃあ俺見たのそっちの方かも。なんかめっちゃロゴ全然ない、すげえ使い込んでる、やばい、1個のように対する愛がやべえって言ってた。NHK とかそうなのかな、前に止まってとか。一番あれだったのが、そうです、あのインスタグラムの公式に載せてもらった時は、うん、ロゴとかが NG だったので。あ、そうなんだ。そうなんですよ。へー、そんなのあるんだ。なんで多分その時の映像を見てもらうと、カラー新品のちゃんとしたようなんですけど、うん、映ってないみたいな。へえ、はい、ありますね。黄色と何か使ってたよね。そうです、黄色と A クラブってあの、あ、はい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 、ハンスの、ハンスの、はいはいはい、香港のハンスのやってるところのから出した方のブルーイエロー、はいはい、あのちょっとすごいあの色の感じ、そうです、めっちゃ可愛いやつとかですかね、あれと合わせて、オレンジとグリーンと合わせたりとかします。ああ、そうだそうだ。世界 AP、 世界大会どっかの AP とかもそれ使ってる、その色。世界大会はそうです。そうだよね、はい、そのイメージすげえ強い、あの色欲しいなっていつも思って。ね、はい、これ可愛いですね。あれ可愛い、はい。他にも質問はあるかな。たくさんいただいてるんですよ。すごいいっぱいあるね。すごい。随時上から行ってきます？上から、はい、全然行きましょう、はい、ちょっと一瞬消えます。うん、だいぶ遡んないとね。そうね、本当にすごい質問いっぱいいただいてるんでね。今も206名の方が見ていただいてる。あの冒頭でも言ったんですけど、あのコメントの最初に質問って入れていただくと、あの非常に分かりやすいので入れていただくと助かります。グループ720って720という呼び方はあるようですが、周、うん、さん的には720ですか。ああ、なるほど。確かに人によって違うよねこれね。ちゃんとした場ではループ720って言ってます。ああ、ただなんかこう何でしょう、普通にトークしてたりするときは720だったりとか720って言ってますね。あ、一応やっぱ正式名称としてはループ720ですね、まあ、はい、正式な。わかるのね。ジャパンヨーヨーツアーの時はこう、うん、そうですね、ループ720って言ったりとかしてますね。でもそこのところにこう普段こうお店にも来てくれるお客さんとかがいると、こうポロッと720とか。そうですね、はい、
まあ、720とか言った方が、まあ、そう言いやすいんで言ったりはしますけど、正式はループ720です。うん、はい、あのだから2020もそうですね。そうはい、はいはい、質問あとは、シュウさんはいつも冷静沈着冷静とお見受けしますが、取り乱すことってあるのでしょうか。これは慌てたというエピソードがありましたらぜひお聞きしたいです。あ、僕なんかまあまあ物忘れがひどくて今、ね、正直それがちょっと俺も思ったですよね一回、2018年の44クラッシュで、まあ、優勝させていただいたんですけど、はい、優勝してやったトロフィー持ち帰ろうって言った時に電車に乗って家に帰りましたって言った時、なんか軽いなみたいなカバン開けたっていうか、その時も分かんなくて、軽いと思ってたのに何をどう軽いのか分かんなくて、後から上さんから連絡が来て、あのちょうど先週も出てくれた上村さんですね、連絡があって、スニーカー忘れてるよって言われて衣装用のスニーカーをそのリュックに入れてたやつを忘れてて、ああみたいな、あの時に渡すねとか、あと何でしょうね、あとアンチョとジョン・アンド選手と、2人でシャクラで、滋賀にパフォーマンスに行ったことがあって、その帰りに僕京都駅に寄ったんですよ、まあ、滋賀から京都でそのまま東京から行く時に、京都のちょっと神社とかを観光で回ろうって言って、神社に行こうとした時にまさかの、あの財布がないってなってやばいみたいな、あれどっかやっちゃったかなと思って戻ってで駅員さんに聞いてもないって言われて、京都駅で落としたわけじゃなくて、もしかしたら滋賀で落としてるかもしれないって、でなんかちょっと電話して待ってもらって、そしたらありましたって言われて、一回取り行ったんですよ、うん、で取り行ってどこにありましたって聞いたら、あそこですって言われて、刺されたのが改札機だったんですけど、うん、で改札機じゃないですかみたいな、あそしたら、いや改札機の上にありましたって言われて、僕、察知してそのままやって僕、こう、ピッてやって、そのままスライドしてって置いてっちゃったみたいで、だから、これをピッてするとこだとしたら、ピッてやって、そのままこれ置いたままスッて行っちゃったんですよ。そうすごっ、それは結構やばいっすよ、結構やばいっすよ、やばいっすよ、面白すぎるな。ヨーヨー関係のイベントとかでも、その今までヨーヨーツアーとか一緒になることがあって、割とハプニングがあったなと思ったんだけど、なんかもっともっとすごいのがすごいね、それはそうですね、とか、そうですね、あと結構そういう忘れ物が多くて、2017年のアイスランドの世界大会の時は行く日か、空港でオランダ乗り換えでアイスランドだったんですけど、そのオランダの、空港で7時間ぐらい長期滞在になったんですよ。でなんかこうちょっとオランダの空港めちゃくちゃ綺麗で、もし行ったらぜひ皆さん見てもらいたいんですけど、めっちゃ綺麗なんですよ本当に。で結構回ってて、ちょっとこうサンドイッチ食べようと思って、こう買ってカードを差し込んでレジで、そしたらそのカードをこのまま入れたまんま忘れちゃって、あーやべえやつだ、危ない、それも危ない、あの税関に入る前に財布ちょっと探してて、そういえば財布の中身とかさすがにチェックされないよなとか思いながら、こうやって見てパッて見た時に、あれカードないみたいな、やばいみたいになって、急いで戻って、そしたらあるよって言われて見つけたりとか、いや結構スレスレなのを結構、はい、運がいいからなんとかなってるけれども、うんね、一歩間違ったら結構シャレにならないのがありますね。そう、税関通っちゃったらさ、もう戻れない、ね、そうです、戻れないからとかはあります。今度はちょっと誰か一緒にマネージャーさんも、マネージャーさんもね、うん、だけどとかは、はい、ありましたね。結構いろんなストーリーあったね、うん、そうです、まだ多分思い出せないだけで多分これ印象残ってるのが、うん、確かあの梅田のヨーヨーツアーから、はい、シュウ君がステージ 1A のパフォーマンスやって、その後、また 2A のパフォーマンスをやってくれた時かな、うんうん、あ、そう、あ、でも見れない、まあまあ、ヨーヨーツアーの時に、うん、で、シュウ君が途中で、そのちょっと絡まっちゃった、ヨーヨー交換するタイミングがあって、はい、交換ヨーヨーなくてその時、あ、はい、そうで、たまたま俺こう自分のヨーヨーをこうステージの脇にポンと置いてたんで、これで、いや、こう、うん、っていうのでこう切り抜けてたっていうのは、うん、そう
あったんですけど、基本的にパフォーマンスの時に僕予備を持たないんですよ。ああでもそうかも。かっちょいい。かっちょいい。ハンドグリップみたいな。だからそういうハプニングがあった時にちょっと対応がしきれないとかいう時はあるんですけど、基本やっぱミスらないのが前提なんで。そうでもその時すげえなって思ったのが、だから俺が使ってるヨーヨーでセッティングも何も知らないやつをパッて手に取って振って最後しっかりバチバチに決めてたから、え、やだかっこいいってなっちゃった。ちょっとあれですけど、みんなやっぱ週3何使っても多分そう、うまい。そう、うん、いやいやいや、はい、そうなんかちょっと失敗エピソードだからどうかなと思ったけど、なんかリカバリー力がもうそれを飛び越えてきたから、ちょっともう、うん、あやっぱまあ、やっぱ2020のセッティングとかはでもガチなんだろうなと思ったから、逆にその普段何でもいいって言ってるシュウさんがこのセッティングって言ってる時は、あ多分これガチなんだろうなって思ったりするんです。なんか720はコンスタントに、70% から 80% の僕のこうアベレージが出せるんですよ。この話聞いといた方がいいですよ、この話。で、なんでずっとそこが出せるようにそういうセッティングにはしてて、要はメンテナンスとかそこまでしなくても 70% くらいの力が720だったら出せる、もうそのままガンって出せるみたいな、はいはい、で2020はちゃんとセッティングしないといけないけど、はい、僕の 120% の力が出せるようになってて、はい、なんでそういった意味でコンテスト向きっていう感じではしてます。あ、ちゃんとそういう積み分けがあるんだね。そうですね、お店でも言わせてもらってます、ね、はい、あそうっすね、はい、あやっぱでもあるんだ ねそういうの、ね、そうですね、よくあれじゃないですか、720じゃなくて2020じゃないとできない技もあったりとかするみたいな話昔ちょっとしてた。そうですね、最近はあんまないかもしれない。最近は、まあ、720を使ってることが多いんで、うん、なんか720でもある程度できるようになったんですけど、うん、やっぱそれでも2020の方がやりやすい技多いです、うんうん、特に角度が不安定になる系、はい、僕結構その、はい、実は大会の演技の中で、うん、僕普通にこうラップしてるだけでも、うん、ミルクの角度が違うんですよ、うん、普通ミルクってホップザフェンスってこうやってたら大体自分に向かってこういう角度になってるんですけど、まあ、左手の場合そう、こう両手右左で言うとこの角度で左がこっちなんですけど、ラップコンボの中で僕途中でこれがこうなってて、でもう一回戻ったりとかしてて、それをラップコンボ中に何でしょう、使い分けて技をやりやすいようにしてたりとかしてて、なんじゃそりゃなんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ、アラウンド1回すると反転できるようになんかいつの間にかなってて、やべえ。あ、でもってことはアラウンドしてる途中に、1A とかストリングトリックのバイメタルで言ったらこのストリングの傾き直しみたいなやつ。あ、そうですそうです。アラウンドの角度でこうやってちょっともしかすると角度変えてるってことですか。変えて戻した時に反対になってるんで、そのままもう一回やり直して、でもう一回アラウンドして反対に戻すっていうのを実はやってます。高田さん、バケモンですね。ループとかもたまにそれを使ってて、僕トリックで、なんかこうぐるぐる回るやつがあるんですけど、あれはバーティカルをずっとこのループの角度でやらなきゃいけないので、回ってる最中だけは一瞬ずっとこのまんまでキープできるようになんか練習してできるようになってやってたりとかしてます。やべ、もう俺今この話だけで来てもらってよかった。やばい。いやすごいな。 それを聞いてからフリースタイル見るとちょっとまた違って見えるかもしれない。あ、そうですね。なんかその僕のそのラップコンボで結構一番長いコンボがあるんですけど、途中でこうタングラーを入れたりつまんだりを繰り返す、なんかこうこっち向いてこっち向いてみたいなのがあって、それでやってる技です。なんでどこで切り返してるかを見てもらえたら面白いかもしれない。面白いね、それ。それはさ、そのこのコンボをやりたいからって言って工夫してそれが生まれたのか、それとも自然となんかそういう癖がついちゃったみたいなのか、どっちなんですか。両方です。なんか意識はしてたんだよ。意識はしてて、ここ無理やり返したらできるようになるでしょうと思ってやりだしてたらできるようになって、でやっぱそれが一番やりやすい体勢っていうかになりました。なんで僕そのなんでしょう、こう2ハンド 2A やってる人はヨーヨーの角度が自在に操れるようになることと、多分両手のラップができるようになったら一番最強だなと思ってて。ああ、はい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 。それうちで高見さんっていう、はい、高見さんも逆手で練習してるみたいな。そうずっとしてて、ね、そう、高見くんは逆手で、そうだね、その利き手で指導でやるコンボ逆手でできるようにっていうのはずっとやっぱ一個あるんだね、そういうのが。多分もう段違いに違いますよ、難易度が。待って、そうでしょうね。そうでしょうね。右手すら、利き腕すらできない自分から言わせたら、そうでしょうねと思う。
あ、見せてって聞きます。見せて、見せてくれるんですか。見せてくれるんですか。見せてくれるんですか。やべえ、お今日ね、シュウさんね、ヨーヨーバッグ持ってきてくれたんですよ。シュウさんのヨーバッグ、しかもゴールド、はい、はい、かわいい、かわいい、ポールスミス、ポールスミス、ちょっと持ってください。できるかな。はい、ちょっとさっきの話を踏まえて見てくださいね。やっぱちょっともしかしたら失敗するかもしれない。ちょっとあの一回シュウガーの画像とかちょっと待ってください。せっかくなんでちょっと全部見てほしいのと、多分ね、あれした方がいい。僕の、ごめんなさい、前通り照明を落とす。照明を落とした方がいい。こっちだ、そうなんですか。これで見えるよ。あ、見やすいですね。あ、見やすかった、よかった。はいはい。はい、いきますね。ここで変えて、うん、もう一回戻して、うん、っていう。動きです。スローモーションだよ、ね。なんか、笑うしかないもん。タングラーにした時に変わってるんですよ。ループになるんで、なるほど、ループの角度とミルクの角度って違うんですよ。はいはいはい、だからここでループやってるから変わってて、でもう一回このループをアラウンドにして戻した時にミルクに変えてて、角度調節を。なんでこのここからのこれと。僕横から見ていいですか。そうそう、俺も横から見たいんだよ。あれはなんかそのあらそのスリープした瞬間に どの力をかけてるのかが知りたい。すいません、あの皆さん、あの全員、僕ら全員こうお尻向けるような感じです、すいませんみたいな。あ、でも思ったより意外とこっちの手ミルクやってる途中からもう角度違うかも。あ、そうですね。なんでミルクをここで途中から変えてはいるんですけど、はい、そのキープがやっぱずっとは難しいんで、うん、アラウンドを起点にして変えてるっていう、はい、感じです。あとなんか これとかもそうですね。これも今ちょっとビラっちゃったんですけど、あ、やばい、むずい。これとかシュウさんアルコール飲んでますかちょっと久々にやるんで、とかもやっぱこの角度でキープ、あー今みたく角度がこうこのままでできないとビラっちゃうんで右はちょっとできてるんですけど、左がみたいな。いや、それね、あの我々からしたらね、いや、これはビラってないで、通すやつよ。もう基本なんか、僕いつもフリースタイルやるときは、その3ビラ以内に抑えたくて。やっぱ難しいんですけど、大会とかだと。練習のときは、3ビラで収まるようにします。すごいね。すごいわ。とんでもねえ、やっぱりあの分かってはいるけど、どれくらいからそういうそのなんか角度とかっていうのを意識しだす、その なんて言ったらいいんだろうな、もうフリースタイル最初作るときから 2A の人ってそういうのを意識しなきゃいけないのか、それともシュウさんもなんか結構意識そういうのしだすの最近だったとか、いつぐらいからそういうなんかその1080使い出したぐらいから。で1080って他のその、はい、まあ、720とかに比べるともう少しこう平べったいじゃないですか、はいはいはい、角度を自分で調節ができる機種だったんですよ。で2020はさらに平べったいじゃないですか、はい、で余計やりやすいみたいな。でそれを使ってた時になんかこれいけんじゃないかなと思って、なんで今のこの回転する技とかもこのヨーヨー720だとちょっと僕にはやりにくくて、2020とかの方がさっきのやつをビラらずにできたりとか、角度がつけやすいんで。あ、そうボディなんだ。じゃあそう、多分2020の方がエッジのところも結構はっきりというか、なんか、うん、僕勝手にですけど、あのウェイトディストリビューションなのかなと思ってて、はいはいはい、重量配分がそう1080も2020も比較的中心重いイメージがあって、はいね、なんかなんだろう、その僕もね、実はバーシカだ、あのどうでもいい話です僕の話だからどうでもいいですけど、いやマジでバーシカループできないですよ。けど2020使うとできるんですよね。からだけどなんでできるかっていうと、できてるんじゃなくて変な角度でもヨーヨーが粘ってくれるんですよ。そうなんですよ、はい、それは強いなと思って。からだからヨーヨーのおかげでできてるっていうのはすごいあって、なんか僕もそのこう足の下でぐにゃぐにゃやる技とかあるんですけど、あれはやっぱ2020の方がやりやすいですね。角度がめちゃくちゃでもなんとか切り返せるっていう。そうだよね、なんか俺頑張るって言ってくれてるよ先ちょっと。そうなんですよ、そうなんですようわすごいあって、もともとね作り的に2020は真ん中にその重さの、まあ、うん、パーツが多いから、うん、そうこう寄りやすいというか寄ってるっていうのは。そうだね、そう、はい、いやーやばい、はい、
今度2020回やりたい。やりましょう、やりましょう、ね、ただ僕最近使わなすぎて今もう段ボールの奥底に使おう使おうなかなか最近競技とかもそうですよね。あ、まあ、大会がね、ないから、はい、そうですね、はい、いや僕ね、あれ結構自信があるんですけど、シュウさんの次くらいに2020セッティングしてる自信があるんです、国内では。でも多分僕よりも今は多分あの加藤明君の方が、あ、そうだ、じゃあその次くらいの人が俺使ってくれてるかなと思います。なんかね、お客さんで持ってきてて、昔シュウさんが2020のそのキーが入ってるじゃないですか、あの六角あるじゃないですか、でこうやって閉めるときに、あの何でもいい、そのマルチツールじゃなくて2020についてるキーを使った方がいいって言ってて、あ、そうですね、はい、であれだとマジで力の入れ具合ちょうどよくて、で大体お客さんで持ってきて使いにくいんですけどっていう人は大体ね締めが足りない、で結局締めすぎちゃうと、あの舐めちゃう、そうですね、舐めちゃうから、その怖いからって言って遠慮しちゃうんだけど、力をグッて一瞬で入れるとダメで、ちょっとずつ回していくんだよね。そうなんですよ。そういったところもちょっと絶妙なフィーリングがあるんですけど、それをクリアできるとめちゃくちゃ使いやすいよね。そうだよね、はい、あと僕の感覚だと3個あるじゃないですか、スターバーストに穴が3個あって、はい、うちの1個が舐めてても大丈夫、2つ生きてたら大丈夫。そうです、そうですね、そうですね、はい、ありがとうございます。よかった、俺今日高田さんにお墨付きもらえたから、シュウさんにもうよかった、これで。そうです、もう2020買って帰ろうかな。でもなんか俺2020、そうだ、あの使ってるボディカラー、あのグリーンで真ん中オレンジだから、疑似夕張メロンだそっちの方が夕張メロンだ、確かに。行った時だ、確かにそうだね、はい、あ、でも2020はね、あのこれあの散々俺言ってるんですけど、僕720だとちょっとループ上がりガチなんですね。で、ある程度コントロールできるようになったんですけど、どうしてもちょっと上に上がっちゃうなって人は2020すごいおすすめ。確かに角度下に落ちるんで、あ、これが今のループの角度かって、こう、これがモダンなループかいってこうなるし、そのやっぱ角度調整のも、そう、すごいね、ワーリーバードの練習はね、2020すげえやりやすかった。あ、まあでもそうだよね、うん、だからやっぱ安定してくれるよね。そうそうそう、そうですね。すごいなと思う。なんか俺いつか本当に、あ、全然ごめんなさい、あれなんですけど、関係ないんですけど、いつか本当にルーピングできない人でも、とりあえずヨーヨーが勝手にその姿勢になってくれて、手首さえ適当に返しとけば完全にヨーヨー側でこの角度になってくれるっていうのが生まれるんじゃないかっていう希望を俺は2020で見たと思ってて、はい、っていうくらいなんか2020は別格だなとは思うんですけど、まあ、あのって言いながら僕は720好きなんで、720でどうにかできるようになりたいです、はい、まあ、十分720ももちろん、ね、ね、使えるようなんで、はい、そうですね、あと2020の話、以前岡田さんが2020のセッティングについて、シュウ君がボルトとナット側が異なると、うん、ボルトとナット側は、はい、どっちを武器にするかまで統一しないとフィーリングが異なる。要はあれだよね、軸刺す方向、ね、そうです、軸刺す方向があるんですよね。これ今もそうなんですか、やっぱ今もなんか自分はもともとそういうふうに感じてはなかったんですけど、はい、なんかその商品として売るときに、なんかその僕からのアドバイスじゃないですけど、はい、こうした方がいいっていうのはないかっていう話をしてたときに、いや、まさかなと思って見たら、自分の使ってるやりやすいと思ってる量が全部それだったんですよ。あ、で、やっぱじゃあそういう方がいいかなと思って、それで作ってもらって一回やったら、あ、なんか使いやすいみたいな。それはあの3番2番とかの、あ、そうです、そう、何番だっけっていう、そうそうですよね、うん、1の方2の方、いや俺も覚えてないな僕も最近使ってないです全然覚えてないあ、でも僕実はあの、でもどうだろう、僕実はって言ったらこれちょっとなんか公共放送だからあれかもしれない、でもなんか使いにくい時一回軸外して刺してみると変わるのはあって、はいはい、あ、だから軸の方向ではないのかもしれないけど、そのね、出た瞬間ってさ、多分シュウさんとか加藤明君さんとか、くんさんとか加藤明さんとかね、くんさんって言ってた、はい、もうみんなやっぱ研究したりとかしてるから、やっぱその頃のそのノウハウは多分合ってて、だけど実はその抜くことが大切だったんじゃないかとか、最後まで埋まっちゃってることが微妙だったりとかあるっていう話もあるんじゃないかなとは思うけど、どうなんですか ね、 ね、はい、また研究の余地がありそうですよね。セッティング探してほしいよね、もっと ね、いろいろ。いやでもね、本当セッティングできる系はね、本当に嘘やろっていう部分が全然その変わったりとか、うん、そう、それはわかる、うん、そうですね、
まあ、マシュー君のセッティングっていうのはあるけど、それがね、必ずしも100人全員やりやすいってわけじゃなくて、やっぱこの人にはこれが合うとかってきっとあると思うから、うんうん、やっぱそのね、自分に合うものを探すっていうのはね、すごい大事だと思うんですよ、うんうん、結構他の人がこのセッティングはやってないからダメなんじゃないかみたいなのが があっても、すいません、自分が使いやすければ、うん、もうそれでいいんですよ、そう、うん、そうそう、うん、まあ、でもやっぱりその憧れのプレイヤーって、うん、シュウ君と同じセッティング使いたいだったら、うん、もうさっきシュウ君が話してくれたセッティングで使って、まあね、そう、うん、2020だけは俺はシュウさんと同じセッティング試してほしいな、あ、まあ一回やってほしいね、全然違うから、うん、はい、そうですね、ポンと全然変わる、うん、そうですね、僕もやっぱ自分でメンテナンスした後とする前とか全然違うので、うんで、うん、あとオイルちゃんとつけてほしい、あのシュウさんのセッティングは、なんかオイルも絶妙なのがあるけど職人技みたいなそうなんです、多分それは昔からこうナイスペレイダーとかナイスペファイヤーを作ってきた職人だったらできるからっていうのでちょっと難しいかもしれない最初は。ってなるとやっぱセブンティーンティーの方が、うん、手軽に紐だけ変えればなんとかなるので、うん、そうだよね、もちろんこちらで も、うん、もう僕もできない技あるって言っても自分の持ってる技の 95% ぐらいはカバーできるんで、うん、なんか全然、いやでもやっぱコスパすげえいいと思うし、うん、なんか強いは職人です、その通りです職人だと思います、じゃあちょっと質問の方、あ、そうですね、いただいて、結構いただいて、ちょっと全部はご紹介できないかもで申し訳ないですけど、2A の話出たんで、質問、シュウさんは 3A、4A、5A の経験ってありますか、 1A、2A はもうご存知の通りだけど、ね、確かに、うん、あんまりイメージない、ね、イメージない、3A はマジできないですね本当に 3A マジできない、 5A も本当にできない、レッドプロペラができるぐらいです、ね、あ、でもそれは、うん、それはできる、できる、できる、いや、それだけです、他あと全然できないんで、ビースティングとかもよくわかんないし、いや、多分それはあの食わず嫌いというか、やってないだけ多分やるぞって思ったら、ね、そう、多分できる、あの 4A も、ソロハム1周ぐらいキャッチなしだったらできる。一応僕あれなんですよ、小学生の時にラダー部門で出てて、はいはい、ラダー部門って昔あのこう規定トリックをこうどんどんクリアしていくみたいなやつがあって、でその辺を小学生の4年生と5年生の時に一応こう1位に出してもらって、その時が 1A、2A、4A で選んでるんで、一応 WIP とかまではできます、あ、ただそれをパフォーマンスに入れろって言われたら無理ですあんなレイ君とかビタ君、あんなもう鬼性格なやつはできないですね。なるほど、たまにあるんですよ、なんかその取材とかでいろんな用意を紹介するみたいな時があって、あ、 1A とか 2A までやって、他に何かありますかとか言ってカバンから出して一応やるんですけど、一番緊張します乗るからみたいな、たまにこうパンカランカランカランみたいな飛べちゃうんで急いで回収してとかやってます。すげえな、いやでもそれは 4A とかそこのは意外な、あ、そうです、ね、ちょっとやりたいなとも思いつつ、なんかまだ手が出せてないです僕はある瞬間を見ましたよ、この間ハンクさんと一緒に出たお店で、はい、高田さんは、あのシュウさんは、あの 3A 全然やったことないって言ったんですけど、 そうその場でがっつりなんか、あ、今風の動きして右と左が違う動きとかしだして、そう、すげえ、そう、それはあの私も瞬で抜かされた、そう、現場見たんですけど、そうやったことないって言って、うん、でまあハンクとこうかってやってたんですけど、うん、いやもうやってないとか、何抜かしとんねんぐらいやっぱりでも 2A で、うん、こう、まあ、慣れてるというか、やっぱやってるとやっぱ 3A も結構ね、うん、振り回すというか、両手で動かすっていうことだ、ね、そう、うん、だったり、まあ、トライアタックというかタングラというかみたいな、うん、そう動きとかも全然できてるし、うん、いやでももういつもだとさ、なんかそんなことないですよ、皆さんも頑張ればって思うんですけど、いやもうシュウさん世界チャンピオン6回取ってるからさ、そういやもうさ、そら何やらせてもうまいよと、そうそうだから、それ見ても嘘じゃん、嘘やろじゃなくて、あ、やっぱりうめえなって、そうだなっていう、うん、3A と5A はほん、いや、そうですね、 4A もまあ落としたりとかもしますけどFX の会議室で 4A 落としてました敵かなそうです
ですね、落としてたと。これ、あの、また二度含まれてたら完全に敵です。そうですね。あとその前に、イッテ Q の話もちょっと聞きたいなと思ったんですけど、あこれだとイッテ Q で自前っぽいアクエリアスって言ってましたね。そのアクエリアスは多分あれですね、もともとそのラダー部門で使ってたやつ、やつですね。ヨーヨージャムのアクエリアスね。はい、イッテ Q は小学校何年生ぐらいに小学5年生の時に5年生はい、行きました。ニュージーランドだ。ニュージーランドにあのベッキーさんと一緒に、でですね、めっちゃもう前ですけど2007とかなんで、ああそうか、それでも2007年か、そうそうそう、おじさんだった、おじさんすぎてごめんなさい、すいません、はい、そうか、でその後再会するっていうところまでね、すごいドラマだよね。そうか、イッテ Q のヨーヨーとか飾らせてもらったもんね。あ、そうだ、あの東急ハンズで東急ハンズで展示やった時に、その説はありがとうございます。いや、こちらこそです、ありがとうございます。いや、あれは今家に飾ってあるんですか？家に飾ってます。あ、実家の方に。たまに遊んだりするんですか？いや、さすがに2キロですよ。やるべみたいな。2キロこう持たないといけないから。で、しかもその時に使ったその100メートル分の紐があるんで、の。ああ、そうなんだ。今日やるべみたいな。いや、ないです、ないです。自転車でやってたもんね。そう、自転車でやってたし、あれ 毎回こう失敗して引き上げるんですけど、引き上げた後に負けないからドリルぶっ刺してヨーヨー自体を回転させて、ウィーンって回しながら紐巻いていくっていう。あ、そうだったんだ。そんなことが、そんなことが。それは知らなかった。へえ、じゃあドリル穴開いてる？あ、なんかその最終的にヨーヨー自体にここにこうなんかナットみたいのがあって、あ、そこにこう突き刺してウィーンって回すとそれが巻いてきます。すげー、なるほどね。へえ、はあ、知らなかった。なるほどね。はい、じゃあ質問とかどんどんいきましょう。はい、はい、もうちょっとそうです、10時とかになっちゃうんで。ああ、早いね、あっという間。はい、あとじゃあ3個くらいいきます、質問。はい、みんなで質問を探しているタイミングです。結構コメントすごいいっぱいね。そうなんですよ、すいません、せっかくいただいたのにちょっと全部。いや、今215名。いや、ありがとうございます。もう皆さん、そうですね、だいぶいなくなりましたね、販売開始の瞬間に。みんな変えたかな、みんな変えたかな、探してる間になんかちょろっと答えられる、ね、はい、変えたとか変えなかった。フェイスにロゴがあるとフィンガースピンってやりにくいんですかと、あのレーザーが刻印がされてると、その爪が当たった時にちょっと引っかかる感じがするので、ありなしで言ったらない方がまあやりやすいですっていう、そう、あってもできなくはないけれども、なしに比べるとちょっとやりづらいっていうところは正直ありますと。はい、それでもやりたいっていう場合はガッツでなんとかなる場合だったり、ガッツで外が寒くて指の感覚がわからんっていうようになってる状態だと、あの差はそんなにないっていうのは僕はが身をもって体験しました。毎日ほぼ毎日外で夜練習してるからな。シュウ君、なんか気になる質問あったらですね、そうですね、拾ってもらって、うん、どこまで、うん、あ、シュウさんがパフォーマンスや良いプレイするときどういうことを意識しますか？見栄えとやっぱ音ですね、うん、音をどうやって踏めるかとか、やっぱ音ハメなんですけど、なんかまあこれも話すとめちゃくちゃ長くなるんですけど、なんかその速い BPM のたくさん音があるものにヨーヨーの大会とかって結構使われがちなんですけど、僕思うのが、そういった曲って自分が速く動いてればその分動いてるように見えるんですよ。なんかその曲の音がたくさんあるから、そこに当てはめるというか技をやってるだけでそれっぽく見えるんですけど、逆にヒップホップとか BPM が遅いもの、 BPM ってあの1分間にどんだけこの曲が拍を打ってるかってやつなんですけど、それを遅いやつでちょっとこう音がはっきり分かるもので練習したりすると、音のはめ方だったりとか、どこで止まった方がいいかっていうのが分かりやすかったりとか理解できるようになってくると思います。なるほど。いやいや、食べます。なんかそうですね、うん、普段練習するときもやっぱそういうちょっとゆったりめの音楽に合わせて、ゆったりめとか、そうですね、 BPM100 から110とか、あ、結構それだ、なんだ、ジャンルで言うとヒップホップとかに当ててちゃんと体を動かしたりとか、うん、でもやっぱ最近やってるのはその技とかじゃなくて、もっと見せ方だったりとか、うん、ダンスのステップにどう要は合わせたりとかを研究してたりすることが多いので、うん、そういった方がやりやすかったりとか。でもなんかもちろんその速い曲に合わせて速い動きをするのがいけないとかじゃなくて、そういったのも
その見せ方の一つではあるけど、うん、そういった練習方法もなんかやるだけで違うし、うん、大会にそういった曲でやった方が面白かったりするかなっていうのがあって、うん、なんか僕の知り合いのダンサーの人がやってたんですけど、その曲の中の効果音が聞こえるようになると音をうまく踏めるようになるって言われて、聞き込まなきゃダメだよね。あ、そう、でもなんか即興とかでバトルとかするタイミングとかもあっても、やっぱその音の流れってあるじゃないですか。そのメロディーだけじゃなくて中にちょっとずつ入ってるなんか効果音みたいのが分かるようになってくると音が踏めるって言われた時に、あ、なるほどなと思って、そっからなんかそういう音も気にするようにはしてますね。すげー、やばいっていう、はい、なるほど、多いですね。なんかあるかな、なんかありますかね。いや、すごいな、ずっと200人です。 ありがとうございます。ゴーヤ720で LED 入りのヨーヨーを使うとき両面とも光るようにしてますか？してます。あ、はい、両面とも光るんですけど、やっぱどうしても重たいので、うん、そういった時はテーピングつけてやったりとかはしてますね。やっぱ負荷かかるから。負荷かかるからっていうので、スピンスターで、ショー、ナイトショーをしたりする時も、両面で光るようにはしてます。はい。そっか。重たいんだ、やっぱ周さんにとっては。重たいです。よかった、俺だけじゃ、痛いのは俺だけじゃなかった。いや、逆にね、両面 LED の時は少しだけ紐が短いです、僕。どうしても下がっちゃうんで、重たいから下にグワングワンって短くしてちょっと上げるようにセッティング変えてます。そういうこともあるの。ちょっと裏話的な感じになるけど、はい、アルチュン、結婚式、披露宴の時に、はいはいね、パフォーマンスをシュークにやってくれた時、あれ GO？あれは720の LED。あ、ナイキの LED なの。両側光る。両側光るやつですね。あれね、突然しれっとスッて結構消えて、準備をして、テーブルからね、そう、テーブルがいなくなって、そう、で、披露宴会場の入り口がバゴン開いてるところから、もうダッシュで来て、速攻飛んだよね。そうですね。そうそうパフォーマンスですって言って扉開いた瞬間に即中で入ります。そうそうそう。すげえ勢いで飛んでくるよね。そうそう。インパクトすごかったね。本当に場内のみんな目もうなんか点というかみたいな。そう。シュウ君知ってる人も知らない人も、で知らない人はうわすげえで、知ってるで、もう俺らとかはそっから入るんかいみたいな。ねえ、あの時はそこ、あの時 LED 両面。そうですね。授業中とかにするペン鉛筆なのでするペン回しなペン回しなのですが、もしかして両手でできますか？あ、こういうくるくるくる。さすがに両手できないし、僕ペン回し全然できないですね。もうなんかくるってこう何でしたっけ？一回転とか。一回転とかぐらいしか全然できないですね。ペン回しとループは違えと。違うですね。練習したらできそうだよね。どうなんですかね。でも、多分ヨーヨープレイヤーあるあるだと思うんですけど、最近だとワイヤレスイヤホンとか、Bluetooth イヤホンってこう主流だと思うんですけど、昔やっぱこう、イヤホンジャックがあって、こう、ケーブルがあって、だってここに通したりして、そうです。をやっぱヨーヨー代わりにこう、振り回すのは、ああ、それやってたね。やりますよね。それは絶対多分ヨーヨープレイヤー絶対通る道だと思う。あと小学生の時とかは給食用のなんか、ああ何でしょう、こうエプロンが入ってるなんか配膳用のやつを友達のもう一個借りて両方でタングラー。それを知らない。タングラーはやんなかった。でもループみたいなのよ。そう、あ、僕給食の配膳が入ってるやつ、なんかナプキンとか入ってる、そうそうそう、給食当番とかになった時に巾着みたいな、巾着袋みたいなやつがあって、あとなんか体操のこのナップサックみたいな遠足用のやつとかを友達とも借りてブンブン振り回して両方 でちょうどその時僕が小学校低学年でタングラーが出だした時ぐらいだったんで、それでタングラーのなめなめをできるようにしました。すごい、やばい、それで練習してたの。そうしてました。燃えたのヨーヨーじゃなくてそれだった。そうです、ヨーヨーをやりつつそっちもできるようになって。なるほど、すごいな。学生の皆さん、学校でもヨーヨーを出さずに覚えられます。覚えれますね。あ、杖もそれこそうねうねっていうかこういうのもそういう袋でできるんで。あ、でも片手のラップはね、俺昔の会社の相手ネックパスで覚えた。
そういうのあるよね。そうだよ、多分ヨーヨーあるある絶対あるんですよ、そういうの。紐ついてるとそういうのやりがちで。そうですね。こういうコードと重りさえあれば何とでもなるんで。振り回せればね。そうです。一応ポポイだもんね。そうですね。そうね。そう。そう、あとこれってもうお答えしてます。720ハーフ仕様のメリット、デメリット、おすすめの色の組み合わせとかありました？ハーフ仕様ってあれですかね、スペーサーを。ハーフ仕様、あ、カラーだと。カラーあんまりないと思います。僕こういうこと、好きなカラーをこう。シュウさんはあんまり色のこだわりなさそうな、結構あのオレンジとイエローハーフでなんか、あ、そう、そうですね、チャンネルのは見たりしたかな。メリットはハーフカラーの方がやっぱループってこう切り替わるじゃないですか、毎回ループするごとに色が、なんで見やすいっていうのもあってめちゃくちゃ綺麗に見えるんで、両手でやった時に全部違うカラーだと、あー、そう、なんかすごい、なんかちゃんと回ってるっていうのが分かりやすいんで、それを使ってたりとかはしてるんですけど、デメリット特になんかフィーリングが変わったりっていうのもないんですけど、 C って言えばこう組み合わせるじゃないですか、組み合わせた片方がどっかに行きやすいっていう。あ、そういうこと、ね、そういうこと。そう、例えば2つのやつをこういうふうに組み替えるんだったらそういう心配ないけど、ある程度複数も同じ機種を持って組み替えるぞいってなったら、そうです、僕は4つのカラーを全部混ぜて使ったりとかたまにしてるんですけど、片方が今どこにあるかよく分かってないです。え、ってことは常に使ってたらこれの片方がどっかに行くから元に戻せなくなるってことですか？あ、そうです、そうです。だからそこだけはちゃんと保管してくださいっていうぐらいですかね、デメリットとしたら。はい、確かに、でも紐切れてどっか飛んでっちゃったらもうなくなっちゃうわけだし。そうです、そうです。そう、確かにね。でもね、練習でね、このハーフは本当にね、おすすめ。そうですね、特にあのタングラーとか、そのラップとか、左右の動きが違うもの。タングラーはあのこう両方回してて、どっちの色が来た時に外した方がいいかっていうのが、そう、やっぱそう、右左で色が違うのがいい場合と、そのハーフでこの反転の分かりやすいのがいい場合っていうの。これね、シュウ君のチャンネルの動画見て、八の字を練習してるんですよ、いまだに。あ、チビチビ。そうで、八の字の練習するときはマジでハーフでやった方が絶対に、反転しちゃいけないから。反転するともうすぐ分かるから。確かに。そう、でも八の字をやるんだったら、ループ2020がやっぱ一番おすすめです。ああ、なるほど。やっぱ最強なんだよ。最強なんだよ。僕はループ1080とかループ2020のその細いボディの方がその角度が変わりにくいんで、やりやすいです。むずいんだよね、変わっちゃうんだよね。そう。え、あとすあれですけど、シュウさんは結構ソリッドカラー使ってるイメージがすごい強い。はい、はい、やっぱ意識してソリッドカラー選んでるとかあるんですか？やっぱ見やすい方が。そうですね、そうですよね。僕自身がソリッドの方が好きっていうのもあって、なんか今あるヨーヨーって金属のかっこいいヨーヨーがあったりとか、こうなんか競技用が増えてる中でおもちゃっぽい、ヨーヨーってやっぱ最初の原点はおもちゃだし、うん、でおもちゃっぽいところをこう忘れずにいたいっていうのがあって、うん、あ、はい、おもちゃでかっこいいことやってるってめっちゃかっこいいと思うんですよ。そう、うん、なんで超わかるわ、はい、なんでやっぱそういったそのソリッドのおもちゃっぽいカラーでかっこよくプレイしてよっていう、プレイするのは皆さんですっていうのをやりたくて。いいこと言う。いいこと言うし、あとはなんかやっぱプラスチック用の方がなんかコレクションしてて、俺はまだグッとくる、うん、プラスチック用の方が。だからセブンティーンティーの色とか、マジか、またマジか、1年に数回マジかっていう。もちろんそのクリアカラーも好きなんで、うん、そのコレクションとか自分が使いたいなと思ったタイミングでそういった用意をリリースするんですけど、うん、パフォーマンスで基本使うのは多分こういうソリッドが多いですね、うんうん、いい意味でおもちゃっぽい、その、うん、なんかちょっとさ、イエローとかオレンジとかさ、レゴっぽいというかさ、うん、そうですね、そうですね、良さあるよね。可愛いよね。可愛いね、うん、そう。最近やっぱお店とか立ってても、それこそやっぱね、ハイパーヨーヨー世代の人たちはやっぱクリア系取ってったりする、はいはい、けど、うん、そうじゃなくて何も言わずにオレンジ黄色とか取っていく人は、うん、ニュージェネレーションだった。あ、なるほどなるほど。多分だけど、シュウさんとかを見て、あのこういうルーピング用にはソリッドカラーを使うんだって、もしかするとなんか勝手に思ってる。洗脳。そうそうそう。いや、でも俺らだってハイパーヨーヨーってさ、はいはい、だからクリア
だったと思ってて、第一期の時は僕らが見てたのはやっぱ中村名人が使ってた、そうクリアボディなんちゃらとかっていう、そうそうだったから、それが多分周さんを見てみんな思ってるからソリッドカラーを選ぶっていうことに多分今繋がってるんだと思う。確かに、はいはい、店頭立つたまにいるもん、何も言わずにこれとこれとこれの中のどれかがいいみたいな、なんでって聞いて、周さんが使ってるから、ね、いるね、好きなやつを選び、この子は未来の高田周だと思いながら、ありがとうございます。そんな中でも今日のホワイトグローは結構ね秀逸だと、これね買いたいんですよね、普通に買いたいんですよ、普通に欲しい。明日あの僕店番なんでね、あのお店着いたらまず井の一番に買おうかなと思って。ヨイファクトリーっぽい、うん、そうですね、それはありますね、だからそれがすごいいい、うん、ちなみにこれ光ったところとかってもう 見た、まだ見てないです。なんかツイッターかなんかで写真誰か上げてたのかな。ああ、そうなんだ。試しにこれ落としたらどう？いや、多分ね、ホワイトグローって光ちょっと弱いんだよね。まあ、いや、カメラが拾えないと思うから、まあまあ、あのぜひ皆さんゲットしていただいて、家で見てもらえればと思うし。うん、はい、楽しんでもらえたですね。うん。ホワイトグローね、日中使ってもね、夜使ってもね、そう分かりやすい。うん、そう見やすい、ね。見やすいカラーだから。あとあれ、ストリングのカラーが何にでもこうぴったりくるから、確かに。それは間違いないんですね。うん。僕ずっとそれ持ってて、もオレンジのうちのスリーブストリング絶対に合わせるんだってずっと思ってて、だからずっと買おうかなって思う。そうすいません、はい、すいません、すいません、はい、結構やっぱそこまでさ、使いやすさももちろんだけど、そういうコーディネートもやっぱしたい、ね、したい、すごいしたい、うん、特にルーピングが好きな色じゃなかったらテンション的にちょっとこう、うん、練習の維持が難しいと思ってて、いやでもそれはめっちゃあります、うん、ね、好きな色買ってほしいなと思うし、出たら迷わず手に取ってほしいなと思うし、ちなみになんかもう、まあ、ヨーヨーとか関係なく、はい、もちろん全然関係なく単純に好きな色は、好きな色は、その、まあ、俺も次聞くわ。はい、なんでしょうね、うわめっちゃあるんで、あ、特にでもこれっていうわけじゃない、やっぱでも多分ヨーヨーを長年やってるから、多分その好きな色がヨーヨーに多分関連してたりとか、この人もしちゃうかもしれないです。なんかでもピンクとかパープルとか、まあブルーとか、パープル、ちょっと急になんか、なんか着てる洋服とかでもすみませんね、急に脱ぎ出すやつがいて、すみませんね、うちの子は。いやいやいや、戻っておいで。申し訳ないなって言ってた。ヨーヨーファクトリーじゃねえか。申し訳ないなって決めてきてるじゃないか。今っていう。もう終わるかなぐらいのタイミングでこう。そうですね。とかは多いかもしれないです。なんか今髪ピンクだし。そうです。髪ピンクだし。でもなんか元々これ赤紫みたいなのだったんですけど。そうなんだ。なんかブリーチしたタイミングで色抜けちゃって、なんかあの鬼滅の刃の煉獄さんみたいになっちゃった。いいじゃない、いいじゃない、やってるじゃない。結構ね、あの水色、あのうちの今回のこの告知ブログに載せてた写真あるじゃないですか、うん、あのセブンティーン、はい、あの服のイメージがすごい強くて、なんかシュウさんはなんか水色の服好きなのかな勝手に思ったりとか、あれセットアップだったり、うん、そうです、洋服だと、まあ、めちゃくちゃいろいろあるんで、うん、グリーンも好きだしブルーも好きだし、何色に似合うよね。いやいやいや、なんか、ね、おしゃれな人はね、何色でもどんな服着ても似合う、ね、似合うじゃない、似合うね、似合うんだっはい、と思ってます、はい、そのくだり続きでちょっと聞いていいですか、うん、一番好きなスイーツは何ですか。は、杏仁豆腐とパンケーキです。じゃあやっぱ、じゃあこれ期待 しとこう、期待しとこう、ケーキな、パンケーキみたいな色出たらな。ただその、僕の YouTube の告知の中でも言ってたんですけど、うん、ちょっともう一つ、今回の第2弾に合わせれなかった色が実はあって、はいはい、あ、そのカラーはめちゃくちゃ可愛くて早く見たいんですけど、ね、いつか出てくるだろうと、いつか出てくるだろうと思いつつ、多分見てる皆さん、みんな、え、マジでキャンセルキャンセル、いやいやいや、そうですね、まあでもいつか出てくると、そうですね、まだまだ未定です、ね、はい、まだそうですね、うん、でちょっとそうです、まだ他にもこう商品ラインナップじゃないですけど、うん、構想はいくつか、うん、実はテーマがあるので、いやでもね、そのカラーね、まあもちろんね、あの何かあれですけど、すっげえ、すっげえ、すっげえ、何匂わせてる、違う違う、そう、もうお前何を匂わせてるんだ、はい、いや、もうパンケーキカラーかもしれんな、そう確かに、はい、
わかんないですよ。まあそれはもうお楽しみと、いうことで、もういやもう今日はね、あの今この瞬間が完全にもヨーヨーファクトリーの回し物としてもう配信そろそろ終わろうかぐらいのタイミングでやっとる。すごい良かったよ、脱ぐタイミングあって。あ、良かった。そう、今日シュウ君だからファクトリー来てこうって思って。ありがとうございます。そう、でも脱ぐタイミングなかったから。ちょっとヒートテック見えてるやつやな。そう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 。もうね、あんまり気にしなくなったもおじさんだからもういいやって。半袖だと風邪ひいちゃうから。そうですね。はい。なんか質問もう一個ぐらい行く。もう一個ぐらい。あ、ごめんなさい。いや、逆に、僕が聞きたくて、はいはい、最近 YouTube とか SNS とか結構精力的にやってますけど、はい、なんか宣伝とかも込み込みで、なんかこういう思いでやってるんですとかだったりとか、なんかそういう話をちょっと聞きたい。で、やっぱ、シュウさんのファンになってほしいから、まあもちろん、そうですね、ファンの皆さんだとは思うんですけど、はい。まだもし、チャンネル登録してない方がいたら、うん、僕の YouTube チャンネルとか、チュートリアル動画とかも結構載っけてるので、うん、なんか僕だから伝えれる、なんかこう、うん、なんでしょう、フィーリング、結構こう、ロジックというよりも結構感覚でやってたところが大きいので、うんうん、そういったところもこうお伝えできるかなと思って作ってるので、うん、よかったら見てもらいたいなというのと、うん、そうですね、Twitter はなんか特に結構告知が多かったりとかはするんですけど、うん、Instagram ですかね、うん、一番はやっぱ動画載っけたりとか、うん、公式にも載った、ね、そうですね、なんかいろいろこう動画撮ったりとかはしてるんですけど、うん、やっぱなんかそうヨーヨーを使って SNS で発信するってやっぱまだなかなか皆さんやってないことで、特にやっぱ世界チャンピオンとかでせっかくこう肩書きがあるのに発信しきれてないのがちょっと残念だなっていうのは僕ちょっと思ってて、なんかそこをこうプレッシャーに感じる必要はもちろんないですし、でもなんかそういったのをこう広めれる機会がせっかく自分であるんだから出したいっていうので、自分は特にインスタグラムは自分のやりたいそうかっこいい感じのようだったりとか、うん、面白い動きっていうのがやっぱこう評価されやすい SNS なので、うん、なんでしょう、なんかそこビジュアルでいいねっていう感じだよね、うん、はい、うん、なんでやっぱそういったところも合わせてこう発信したいなっていうので、うん、今ずっと使ってはいますね、うん、なんでなんかもしこの動画いいなとか見てて思ったらシェアとかいいねとかしてくれるとすごい励みになるので、うん、ぜひよろしくお願いします。結構そのやっぱ SNS すごい有効活用っていうと違うな、なんかすごいよね、インスタのオフィシャルだったり、あとはツイッターの方でも、うん、スパイダーマン、あれツイッターか、あれツイッターで、ね、最初ツイッターです、そうなんだ、めっちゃバズったもんだね、びっくりしました、なんかいつもそんな、リツイートとかも来ないので、うん、まあなんか言ってもまあ10、20とかで、なんかまあスパイダーマンでちょっと面白いことやってるし、まあ50リツイートぐらいいったらいいかなぐらいだったんですけど、うん、1時間経ったら100とかですよどういうことってなって、あれって10何万いいねとか13万とか3とか4とかそのぐらいだと、そうそう、すごい、ちょっとしばらく営業の資料で使わせてもらってバズにバズった、僕も初めてだったんで、まあでも2回目3回目ってなんかできたらいいんですけどね、俺結構ネスのやつとか好きで、あれもちょっとこう作って頑張ったんですけど、多分スパイダーマンの後であんまり威力がなくて、そんなバズんなくて、やっぱまあスパイダーマンの方が有名っていうのもあるよね、はい、より声通るとたびに毎回あここスパイダーマンそう写真とかそうそう、なんか皆さんにそのメッセージとかありますか、その SNS とか、なんか僕はそのやっぱシュウさんのそれを見て、うんうん、なんかみんなもその、やっぱ世界チャンピオンもやってるけど、みんなもぜひ SNS とかでこう技とか発表してほしいなとは、それはそうですね、うん、なんか、なんでしょう、やっぱり曲に合わせてヨーヨーするのが僕は好きなんで、まあ、皆さんはもちろん自分の好きなヨーヨーを多分発信してもらうのが一番だと思うんで、こういう技できるようになりましたとか、こういった面白い動きができますっていうのは発信してもらえたら嬉しいなと思います、うんうん、多分誰が今の時代誰がどうバズるかって絶対分からないと思うんで、うん、それはそうだよね、僕は今ヨーヨーとダンスとアクロバットでやってますけど、うん、他の人だったら他の組み合わせがヨーヨーでできるだろうし、うん、その自分の強みをヨーヨーにぜひ持ってきてなんかやってもらえたらなと思います、うん、そうですね、ゆたかもチャンスあるよきっと、いやゆたかはもうバズっとるからバズってるから僕はね、あれですよ、怒られる瀬戸際を常にこう
攻め続けて怒られたり怒られなかったりで生きていくんですよ。たまにあの出せなくなりましたっていうツイッターの皆さん見ます。出せなくなりました。直近のはね、あの何とか出せました。あ、そうですか。なんとかですね、ギリギリ、はい、あの舞浜方面から睨まれなければ大丈夫です。なるほど。っていうわけで、じゃあそろそろ締めに向かっていきたいなと思うんですけども、はい、今日ね、21時から、シュウさんのシグネチャーのシュガー、そして720の新色が、はい、リリース、はい、という感じになっております。新色がこことここのですね、はい、ですの3色と、あと、まあ、あのちょっとリワインドの周年バージョンも出ておりますと、はい、出させていただいてますと、リストックがこちらね、はい、で、720がこのホワイトグロー、はい、ね、出てますと、はい、で、渋谷店は明日から、明日から、はい、はい、販売開始します。してます。シュウさんが来るから、翌日にシュウさんと昨日配信してたのに商品がねえって言われたら困るなと思ってちょっと積みました。なので明日渋谷店来たら買えます。なのであのご安心いただければと思います。結構な数用意してます。はいはい、私がお待ちしております。明日、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。です、はい、僕はね今日もずっと冒頭からもうなんか舞い上がってました。いやいや、こちらもです。楽しみです。来てくれるのは嬉しいですよ、やっぱ、ね、いや楽しみですよね。なんか昔は結構あのご飯行くとシュウさんがいたりとかしてて、シュウさんいる、シュウさん、いやいや、やめてください。シュウさんいる、今シュウさんで、シュウくんいるわ、おおってなったりもしてたんですけど、まあ、でも本当に僕もやっぱあのね、シュウさんとジョアンドーさんとかはやっぱ本気でマジでリスペクトずっとしてて本当にそうなりたいんだよ。本当に言ってるから、なんか本当に好きなんだ、そういう風になりたかった俺もちゃうかあれだけどって思ってて、そう本当に、うん、嘘偽りなく本当にそう思ってて、ね、なんでやっぱりね、すごいこう近い友人だと思ってて、近い友人でもあり、うん、でもやっぱリスペクトするヨーヨープレイヤーであり、うん、なんかこうでやっぱ一緒にこうやって何かできるっていうのは、うん、まあ嬉しいですよね。はい、うん、なのではい、だってシュウさんをね、ヨーヨーナイト呼ぶと思わなかったでしょ。ね、ありがとうございます。なんかこんないろいろお話できる、はい、いうわけでまたなんかよかったら懲りずに遊びに来てもらえればと思います。ぜひぜひ、ま、もしなんかあのコロナ落ち着いたらマジでイベント、そうですね、一緒にできればと思うんで、はい、うん、その時はぜひ皆さんぜひ来てください。ね、よろしくお願いいたしますと。いうわけで、じゃあ豊さん、最後締めていただいてお願いします。え、突然突然、あ、そうか、はい、じゃあこのまま終わりにしましょうか。大丈夫ですよ。あ、ごめんなさい、告知がね、今日決まんなかったんで、このままもう締めましょう。はい、というわけで、はい、最後、ちょっと告知が多分3月の終わり頃に、はい、多分ちょっととある告知ができると思うので、あ、ぜひ皆さん、SNS チェックしていただけたら、はい、SNS、ま、結構クリスするかもって感じです。おお、なんだ。シュウタカタで検索したいですか。あ、そうです。シュウ君のアカウントからもう発信するので、はい、ですよね。そうですね。多分うちもリツイートするし、はい、はいはい、ぜひぜひなんか楽しみにお待ちいただけたらと思います。ちなみに SNS はツイッター、インスタグラム、TikTok、まああと YouTube、YouTube、はい、はい、感じでやってます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで、今回もね、やっぱね、いや。本当はもうちょっと早く終わろうっていう予定だったんですけど、まあ、シュウ君来たらそれはまあなっちゃいますよっていうところで、盛り上がっちゃうよね、盛り上がっちゃうよねっていうところで、皆さんもちょお付き合いいただいて、終わりたくないもんね。ね、でもちょっとまだ喋ってない。そう、終電っていうね、憎いものがね、そうですね、どうしてもあるので、そうね、はい、というわけで、まあこちらのシュガーのですね、ループ720も引き続きよろしくお願いします。ぜひ遊んでください。さあ、ということで、こんな感じで、終わりがね、毎回ゆるっとするんですけど、そうですね、うん、はい、じゃあ、今日のゲストは、はい、シュウ高田さんでした。ありがとうございました。皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい、またね。最後にシュウさんの動画流すよ、ね、渋谷店来る人は、明日もよろしくお願いします。私が見せ番だ。ありがとうございました。すごい、ありがとうございます。I can't lie, memorize, buddy.
Thank you.